はい、録画をお返ししました。えっと、はい定期でやってる、えー、っと、あの物語三昧ラジオということで、あのホストの LD です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますペトルニュースさん、挨拶どうぞ。どうもどうも、あえっ、ー、と、何月だっけ ?10 月うん、10月。10月の、次に十0月まで来ましたね。あと、あと2回やると一応1年続けたっていう話ですよ。10回やってるってことですよね。はい。あの、 なんかそのブログをずっとあの見てくださってる物語三昧のブログを見てくださってる人もあと LD さんの話を聞いてる人も、まあ、あのもちろん賀屋さんのやつもですけど修行とか修練とかあの、うん、要はなんか繰り返すことあの <laughs> 積み重ねるものっていうのがすごい何かを変えるんだよっていう話をずっとしてると思うんですけど。うん、<laughs> あの ちょっと半ば思いつきだったんですけど、今年目標がなかったので、あの、ちょっとプライベートの目標を立てられるほど余裕がなかったので、あの、なんか思いつきで、なんか月に1回はラジオやりましょうよみたいなね、なんでもいいからみたいなね。これ最初 LD さんが、はい、あの、なんでしょう、なんでもいいからて継続的にやりたいなっていう話を、はい、あのしてて、満見の方でほら、あの、アニメとかやってるじゃないですか、ずっと。そうですね。はい。 あと、今週の一番とかね、はい、でだけど <coughs> あの、それではなくてっていう話で、そうですよねって、その僕と LD さんの中にこう積み重ねるものを積み重ねたいんですみたいなね、うん、ことを言ってたら、はい、一応こういう形になって、はい、で最初、そうは言ってもどこまでできるかなと思ったんですけど、も10回まで来たんで、今年1年は行くでしょう、これは。分多分2年ぐらい続くんじゃねえのと思ってるんですけど。はい 2>, うん、あの2年ぐらいするとまたね、ステージが変わるので、何かが変わると思うので、うん、同じようじゃなくなるような気がするんですけど、はい、でも1年結構やってきましたよね。そうですね <coughs> そうそうそう。どんな話しましたっけ、最初の頃って。いや、最初の頃はもう覚えてないですね。いや、僕、手帳に全部すべてメモしてあるので、はい、上にあの会社の手帳を持ってくれば全部わかるんですけど。<laughs> ログのを見る限りでは <laughs> はい、クリミア・ウクライナーとか書いてありますね。そうです。ああ、そうそう。これ3回目回目ぐらいか4回目ぐらいですね。そうですね。むしろくそ、その話をしたそ、そうですね。その話をした頃が3月だというのが、ちょっと驚きですね。<laughs> そうか、3月なんだ。で、今10月なんだっていう。あとれ、バトルロイヤルの系譜とか、うん、バトルロイヤルの系系のうん。とかですね。なんか。 はがない最審判、うん、男坂再開と。ペトルニュースさんが、ペトル、あそ、そもそもなんかウクライナの話の時は。ペトルニュースさんがいなか、いいなくて、カイエンさんと二人で何か話をしてたよ。はいはいはい,はい、はいうん。で、それが終わった後に、でも、や、ちょ、ちょっとやっておきましょうっていうような感じで。あの。ね結構続きましたよ、ね、そうですね。戦場感覚と突然死の問題とか。うん。<coughs> あれ。一応なんか。大雑把な。副題みたいなのつけてるんですよ。 確かこんな話みたいな自分感覚なんですけど突然死の話はやりましたねそうですね突然死の話面白かったですよねあの振り返ればやつがいるっていうのが出た時に僕はうわっしゃって思いましたよでも LD さんって僕すごいなと思うのは出てくる例が意外にオタクじゃない例がいっぱい出てくるじゃないですかはい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  特撮系のものであったりとか、うん、古いドラマ、日活のドラマであったりとか、さっきの振り返ればバつばいるってで、結構的確に指してくるんですよね、うん、よくそんなに見る暇があるなって、うん <laughs> あの、僕なんかはバーっと見て、うん、まあ僕も見てる方だと思いますけど、うん、なんて言うんでしょうね、僕は自分のこ自分はなんか見方としてはだめな見方、だめとも言わないんだけど、うん、あの、うん あの自分のテーマに引き付けちゃって見てるので、うん、あのテキストをきちっと分解して見てるわけじゃないと思ってるんですよ。うん、<laughs> あのテキストをきちっとパーツパーツ全部見てでそれをあの相互比較してで、えー、っと自分が見たいものだけ見るんじゃなくてこ,これはこういうふうになっていますっていうのをきちっとこう丁寧に <laughs> あの積み上げる人っていうのを僕はとても尊敬しててなぜならば自分ができないタイプだからなんですね。ここれなんかずっっととと言ててきてることだと思うんですけど、うん LD さんってすごい積み上げてるっていうかちゃんと分解してるじゃないですか、うん、あのテキストの一字一個をきちっと読んでると思うんですよ、うん、あの LD さん的にはそこまで僕はできてないよとかって言うのかもしれないけど僕からすると <coughs> あのあちょっとすみません僕は喉今痛めてるんで、はい、あの咳が出るかもしれないうるさいかもしれないですけどすみません、うん、それはもうちょっと許してくださいとしか言いようがないんですけどあの、はい、まだ、あ、大丈夫ですでゆっくりいきましょうはい、はい あのこう僕も本当はなんかこうテキストをねこうコツコツとこう読み解くようなねそういうのにこう憧れるんですけどた多分性格的にできないんですよねタイプじゃないんだと思うんですけどあのそれをこう LD さんで的確にやってくるのですげえなってあいつ絶対人間じゃねえなとかって時々思ったりするんですけど。あの そうは言ってもってわけでもないんですけどやっぱりなんていうか人と話すやつがやっぱり効率がいいんですよねなんていうかあの進みがいいというかでもでも,、うん、もう一つ付け加えるんだとしたらなんか自分の中でなんかあの弾薬みたいなのがないと多分なんかうまくいかないっていうか弾薬ストック <laughs> いや要するに自分の中でなんかもやっとしたものがちゃんと、あち,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 ちゃんと、うんまあ、とにかくもやっとしたものがあの積み重なってないとあのしゃべりに入った時にあの化学反応が起きないんですよ。マテリアルがないと化学,あの化化学反応が起きないって言い方がいいんですかね。なんかあの材料がないと化学反応がない話した時の,あの,化,学あの化学反応がないんで材料を貯めるっていう作業みたいなもんですよね。なんかそこら辺っていろいろ。 <coughs> まあそうですよね。わ、うん、かります、ね。であそういうのがた、たあのなんていうか溜まってるとで他の人が全然違うことで溜めてたりするとなんかいろいろ面白いことがこう起こったりするんでそういう状態になるとなんかあの喋るとうまくいくっていうか <coughs> 楽しい。まあ、なんか、うん、職場みたいに何かがこう,そう,そう楽しいことが起こる、ね。スパークすることがあるじゃないですか。うん、あの<う>ハリムメーカーの時も、うん、あれ紙条さんの話をなんかこう、うん、<coughs> なんていうの。 あれ確か僕が、あの、うん、なんて言うんだろう、大体 <laughs> この人記、記憶喪失になったのが正しかったんだみたいなことをなんかこう、うん、言い始めて、うん、<laughs> なんかそれが始まりだったと思うんですけど、あの時は面白かったですよね、なんかああいう、<laughs> あとまあ、今回だと新世界の話ですよね。はいここ 衝撃でやっぱ LD さんちげえよって思いましたもんちげえよですよねえっ <laughs>、うん、いやパネースみたいなので,、えー、あのでもあいやうんでもそ,そこら辺でなんていうか、うん、あの割と1か月とかあのなんていうかいいル,ルーチンなのかもしれないですね1か月あると何か溜まってるっぽいですねどうも <laughs> いやあの第に1か月って長いですよね、はい、僕ものすごい量を見てますあのこんなに忙しいのに何、うん こんなに見たり読んだりしてるんだろうと思うぐらい読んでるんで昔と違ってやっぱり小説とかちょっと難しい系のやつがなかなかあの、うん、時間が取れなくなっちゃってやっぱりざっくり抜けちゃってるんですけど、うん、あのただ、漫画とかアニメとかってそのストレス解消のために見てるところがあるのですごい見てたりするんですよだってもうあれからだって東のエーデン全部見てるわけじゃないですか僕なんか。 だからそういう意味ではすごいよなと思って、あ,の、はい、あとあのあ、そうそうそう、僕はこっちの方で、こっちって今私、私、僕はアメリカにいるんですけど、はい、あの日本のやつ見たくて、その日本のサーバーにコンピューター置いておいて、こう落としてで、こっちで見るみたいな感じのやつの仕組みを作ってたんですけど、はい、そうすると画質あんまり良くなくて。うん でなんかやっぱりちょっと結構いろいろ大変で、まあなんか限界があるよなと思って、子供のね、妖怪ウォッチとかああいうののためにはすごいいいんで、それはこつこつやってるんですけど、妖怪ウォッチお子さん見てますはい妖怪ウォッチって、お子さん見てます ?USO って知ってますわかんないです。最新作で、これ全部うっそーって言ったら、USO っていうふうに言うんですけど、なんかそれを2日前に見たら、毎日毎日その。 ポ双子が二人でやっててそしたらなんか学校でもそれやっててやっぱり大人気なんですね妖怪ウォッチそうそうそう学校でやってんのかよそれみたいな通じねえだろそれみたいな妖怪ウォッチすごいはやってるみたいです u s o で通じたすごいですよねうそとかって言ってるんだけどうそはまずそもそも通じねえだろ日本語だからとか思いながらやでもいやもう大人気ですよ大人気みたいですよね ちょっと見たんですけどななかなか面白いですよあれすよごいね、うん、影響力が半端ないですよ。うん、あのなんか子供にとってなんかちょっと嫌なことっていうか嫌なこと困ったことを全部妖怪の仕業だとかいうような感じの話にしてるので何 <laughs> かこう妖怪ウォッチにハマってる息子に対して母親がちょっとピリピリ来きてるみたいな話がどっかネットに転がってましたけどね。 <coughs> なんか都合の悪いことだったら、これ、妖怪の仕業なんだよとか言われて、<laughs> 最初の1、2回ぐらいはいいんだけど、次第にイライラしてくるっていう <laughs>、<laughs> <laughs> そんな話がなっと <coughs>、いや、それでね、うん、だけど、やっぱりちょっと映像悪くて、はい、だからまあ、エルディンさんに送ってもらったりするので、はい、すごいこう、あのしのいでいたんですけど、うん、<coughs> そうすると、こうやっぱ最新のって見れないじゃないですか。うんうん <coughs> 例えば、今だとソードアートオンライン2やってるじゃないですか、はい、あれ見たかったんですけど、うん、最初から録画もしてないしあの、うまくできてないので見れないし、うん、<coughs> 見てもちょっと、脱質も悪いしなみたいな感じでこう思っていたんですけどね、うん、あの今回、テレビに教えてもらった、うん、あのなんか <coughs> あの、クランチロールっていう、はい、あのアニメがタダで見れるサイトがあって。であの アメリカの IP じゃないと見れないみたいなんですよね。日本からと見れないんですとかって、そんなあるんかいなと思って見たんですけど、うん、バッチリあるんですね、本当に。うんうん、で、えー、あの15分ごとぐらいにこう CM が入るのが結構うざいんですけど、うん、あの有料で払えばいいんですよ、6ドルぐらい、うん、月。まあでもまあ別にあの払わなくても、それきゅう、トイレ休憩時間だぐらいに思って見てれば。はいあの それで、もうソードアートライン、あの10話まで見ちゃったので、一気にあの、うん、<laughs> ほぼ徹夜で見てるんですけど、なんか、俺、何やってんだろ、この体調悪いのにみたいなの。<laughs> <laughs> で、なんかね、結構そういうのもいっぱい見てるんで、あのうん、漫画もすごいいっぱい見てて、なんか、なんか、こう、なんていうんだろうな、こう、東根田見てね、ソードアートラインみたいな、うん、今、あと、サクラトリックも、もうほぼ今見終われるんですけど、はいはい、で、はい、<laughs> あと、なんだっけ、あの、ざ クラフトウィッチワークスだっけあ,あ、ウィッチクラフトワークスですねはいそうそうそう,そう、うん、あれも見始めてそうですかっていうのをやっててね、うん、あれ好きなんですよまあいいんですけど <laughs> でね、はい、なんて幸せなんだろうって、うん、なんか俺いい時代に生まれたよなって、うん、<laughs> なんかこういや違うねもう仕事が大変すぎて今もう疲れ切ってるんですけど、うんうん、あの なんかねこう見てるとなんかこれがあったら生きていけるよれとかと思ってなんかこうちょっと勇気が湧いてきていやいい時代だと思ってそももそのクランチロードっていう情報手に入れている来るんでしょうねあの男いやいや分かんないけどえすごいよねいやだから僕がなんあのあさっきだからあれも見たよあのフェイトステイナイトのはいはいあのアンに見てるドブレードローゼロはい のあのリンの視点のやつですね。いなんかあれを、あれを見てくださいって言ったら、なんかあれを最初哲学さんが。うん、<laughs> あの、あれで、えっ、ー、と。この前も、浪人検診かなんかで、あの。うん、に、ニコニコの動画で、これ見れるんですよとか、送ってきたんですよ。うんうん、で、えー、見れるんだ、やったーって開いたら。あの、あの国外、日本国外以外の方は見れませんみたいな、ピチッと出るんですよね。はい、うん。で、<laughs> あの。えっ、ー、と、あれも。 カドカ o のやつも買えないんで、<laughs> あのなんて言うんでしょう,こう、日本に住んでなかったら日本人じゃないとでも言うのかみたいなね、許せんみたいなね、うん、やつら楽しい思いばっかしやがってみたいな、こうすごいこう、ね、ううさんちマンがすごいこうたまり、たまっていたんですけど、あの テレビが見つけてきてきくれただでみたいな、しかも画質めちゃくちゃいいんですよ。うん、で、その画質めちゃくちゃいいのが、多分一番最低の画質らしいんですよ、うん、どうも。お金払うともっとはるかにいい画質で見れるらしいんだよね。うん、<coughs> で、もう自分であの日本からあのダウンロードしてるやつと火じゃないぐらいの美しいので、うんあの、70インチぐらいあるんで、テレビが、それでも全然クリアに見えるから、多分画質いいんだと思うんですけど、すごい。<coughs> なんか生きててよかったなって。うん、まあいい時代ですよね、<う>なんか <coughs> あの。毎日ね、生きるよすががまれますね、うん <coughs>。明日になったらまたシノンと会えるんだみたいなね、ね<ー>こう、ね、非常に,こううにポジティブな気持ちに。はい、<coughs> 僕はあの今あの、朝の,、うん、あの通勤の時にあに、昭和史の坂東和俊さんの、はい、<coughs> 昭和史の続きを今、 こっちこっち1日1時間ずつぐらい、あさってか通勤のやつですね、夜、ご飯を食べながら、1話か2話、アニメを見て、あと寝る前になろうの、最近、順調に、図書館の司書のやつはちょっと今、止まっちゃってるんですけど、多分本が出るからですよね。 あのなんですけど、もう一人、あのなんだっけ、あの <coughs> 出てこなかった、ネズミ、色猫さんのやつと、はい、<coughs> のリゼロ、リゼロ、毎日最近更新してるので、ね<え>あれをコツコツこうなめるように読んで、うん、なんか、今日も生きてて、なんとか頑張れたみたいなね <coughs> あ、ありがとうとかと言いながら、こう眠りにつくと。<coughs> ね そうすするとなんかすごい幸せな気持ちになりますよね、うん、なんか、まだ生きててもいいんだみたいなね。うん、まあ、なんかそこらへん、いい時代になってるなと思いますけどね。いや、だってさ、うんあの <coughs>、なんて言うんだろう、いや、Kindle で漫画も買ったりするんですよね、あのもう、うん、子供が泣いちゃうと、あのテレビ見てるとね、何でそんなつけてんのとかって怒られちゃうんで、奥さんに、うん、<coughs> あのっちょっと n d l e で漫画とかも見るんですけどね、漫画もこの別膜なく買えるわけですよ。うん、でもね、これね、ほんの何年か前って、 でできなかったんですよ自分が熱を出したりとか動けなくなったりとかどうしても時間が限られちゃってあの何もできない時があったとしても漫画ってか、うん、漫画を買いに行く時間小説を買いに行く時間がなかったんですよね、うん、外に。だって物理的にだ積んどくしかないんですけど積んどくにも限りがあるじゃないですか。さっきほらあの LD さんと話してて。あのなんかも 今日どうしてもあのクレオパトラ D.C. が前回読みたいんだとかね。え、うん、なんかそれを読んでしまったらなんかエリアちっちゃって見なきゃみたいなね。うんうん、そういうこう特にほらかあの風で体調悪くて寝込んでる時とか、うん、あのなんかこうどうしても見たいと見れないじゃないですかそんなものは。はいはい、俺が Kindle だと一気に買えるんですね。うん、そうするとねなんかこうちょっとほろっとこう涙がねこう、うん、あの出てきそうな気分になってこう、うん、なんか俺生きててもいいじゃんみたいなね。うん <laughs> ななんかわかるかわる社会人だじ, <coughs> じゃなきゃわかんないことなのか、それとも学生でもわかることなのか、ちょっとよくわかんないけど、<coughs> あンこれのアカウントは、ね、ダメなんですよ、k a d はできないんですよね、うん、やろうとしたら、ね、やっぱり弾かれてしまって、<ー>なんか日本の IP アドレスの固定アドレスをなんか取得すればできるとか、いろいろ裏技いろいろあるらしいんですけど、僕、ほとんどそういうのわからない人なので、はい、あの <coughs> 簡単なやつゃなきゃ無理なんですよね。うんあの プロバイダーの登録されているやつが日本国内じゃないとだめなんでしょうねあの税金の問題だと思うんですよ。はい、海外から買ってしまうと、うん、あの税金、日本国内で取れなくなるので、はいはい <coughs>、だから日本の企業は基本的にすごくそれを一時に守るんですよね、うんあの。日本国内で活動しにくくなるからですけど。うん、<coughs> いやだから いいなあ、そうそうそう。でね。あ、ちょっと待ってください。えっと、一応、なんか、かえんさんの挨拶がまだかなと思っておまあまあ、いいですけどね。はい。ひ一言ぐらいで、でも、はい。はい。え、常任ゲストのかえです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、そんな感じで。えっと、今の話、すいません。復帰しましょう。えっと。いや、そんなすぐないいですかはい、いいですね。いやいやいや、何話したんですっけ いろいろ見れた。<や>うん、人生生きててよかったなって。そう,そう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 、あのね、それでね。うん、あの、この前漫画で一気に、あの、ヴァンパイアじ、あの。うん、えっと、物語三昧を見てくれてる。人は、なんかあの、最近東のエデンを見て。うん、あの、ヒーロー論のやつを長い記事を書いたの。うん、<laughs> あると思うんですけど、あの中で、こう。うん、あの。えっ、ー、と、すべてを背負って。うん あの一人が背負ってしまって、それで世界を平和にさせるっていうふうな、脱炎ゆうたん <coughs> の、英雄タの英雄タのまあ多分あの系統のものだと思うんですけど、うん、っていうの,の中で、僕、そのヴァンパイア十字架っていう、あれ、だあれって絶世のテンペストを書いた人、はい、あの原作書いた人、何でしたっけ、僕は読んでないですけ、ね <coughs> えー、ちょっとヴァンパイア十字架をですね、はい、どうしても読みたくなってしまって、ですね一気に全巻買ってですね。はいあの 読んだんだでですよ <laughs> ここ何日か白恭平白平さん白大恭、ね、平城京の組み換えに見えますがそんな感じ <laughs> はいそれでね、うん、昨,日昨日9巻読み終わったんですけど、うん、9巻読んでる時にですねこう涙が止まらなくなってしまってですね、うん、あのなんて言ったら絵がねその確かガンガン ガガンガンコミックスかなんかなんですけど、うんはい、絵がね、あの, <coughs> あの決して悪くはないんですけど、すごい子供っぽいんですよ、なんか、あのえっと、曽田正人さんの,あの新しいやつあるじゃないですか。あー、テンプリズムですか。テンプリズムっておかしいじゃないですか、あれ。<laughs> まあ、デザインしても、なんか20年か30年ぐらい前のデザインをしている感じのですよね <coughs>、なんか、あまりにも場違い感があふれる感じがあるじゃないですか。はい、<coughs> あの あの子供向けなの、ガンガン向けなので、まあそれもありっちゃありだけどっていう感じの、えこ、え、ん、あのこうちょっとデザインが多いんですよね。うん、悪くはないと僕あの、トータル見て悪くなかったと思ってるんですけど、漫画としてもどんどん上手くなってるし、悪くないんだけど、ちょっと僕は、うん、ちょっと今っぽいかなみたいな感じのこう、ええん、あれでもっとそのシャープな演出と絵があったらっていう思いもちょっとないわけじゃないんですけど、ええ でもねその9巻読んで思ったのは、ですねこれ多分すごい傑作ですね。うん、もうちょっと信じられないぐらいの傑作で、あの <coughs> なんて言うんでしょうね、あのよ,よく僕があのその、えー、ベーシックスキルとかで僕の観点っていうのは僕自身が。<coughs> あの 普通の人なのでこう、一生懸命ちゃんと成長して大人になってあの、責任をちゃんと果たすようにしていこうっていうことに対して、あ,のあまりがたがた言わないで、ちょっとこつこつちゃんとやりましょうと、うん、だから責任を取る側の方にゆっくり上っていく生き方をしている人なので、どうしてもあの責任を取る側の発想にすごくなるわけですよね。ンンパパイイアア十十字字でででですすすよよねさんんこれれ読んでないのはちょっとあれですよ 今なんかあの鈴鹿屋で全館160円で売ってたんで、かわいそう、<laughs> 全9館で160円だったんで、ちょっとこれ買いますわ <laughs>、買ってください、それをちゃんと僕はあの定価でちゃんと全部買い直しましたから、僕、4回とか5回ぐらい買ってますよ、はい、人にいろいろあげてるので、160円はひどいな、これ、1貫10円ぐらいですよ、それ多分あれですよ、輸送費で利益出すんですよね、アマゾンは。 多分いやアマゾンじゃなくて、鈴鹿屋です。いや、鈴鹿屋とか、そういうのでは全部そうだと思うんですよ。うんって、うん、そうじゃないと出ないから、利益が。<分>うん、1500円以上買うと無料になるんですよね、うん、いやそれでね、そのバンパイア十字架ってそのいや、今、僕、言ってたのは、はい <laughs> あの、僕は発想として責任を取る側の方の方にシンパシーを感じて、はい、しまうようなこう <coughs>、えーと、価値観の持ち主だと思うんですけれども。うん あの究極一番責任を取る人は誰かっていうと王様なんですね、王様っていうかもトップってことなんですけども、王様の責任の取り方って、あのすごい難しいんですよ、あのなんて言うんでしょうねあの、マクロメカニズムの、こうこう経済的にう僕がよくマクロとミクロっていうふうに言うんですけど、そのマクロの。 現象に対してそれは人間のコントロールが及ばないことをマクロって言うんですけど、うん、<coughs> そのことに対して責任を取らなきゃいけないっていうあのいやそれ無理でしょっていうことを要求されるんですね、うんうん、でかつ <coughs> あのマクロっていうのはミクロとほぼ反対方向のことが起きる現象が多いのであのものすごく人間としては個人として引き裂かれる要求が来るんですよね。 僕、クリント・イーストウッドの監督の作品が大好きなんですけども、うん、インビクタスっていう、南アメリカの大統領 <coughs>、えっと、マンデラさんですね。いいんだよね、うん、マンデラというマンデラですねマ。マンデラさんの、えっと、<coughs> あのー、を描いたものなんですけども、彼が、まあ、南アメリカの将来のために白人と黒人の融和をというふうな、その融和していって、国が飛んでいくっていう仕組みを作っていって、 <coughs> それに最後の人生をかけたんですよね。うん、でっていうのであの、国がどん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 そのその、そういうわだかまりっていうのがあの、うん、なくなって、国がいい方向に向かっていくっていう様が描かれるんですよ、インビクタスって。うん、で、それをこう、すごい尊いじゃないですか、その人種差別があった中でそういうふうに、はい、あのいがみ合ってたその <coughs> <coughs> 白人と黒人、な,なぜかと、あの 南アメリカの経済、ほとんどがあの白人が握ってるので、うん、彼らが全部出てっちゃったらめちゃくちゃになるんですね。うん、だから、あの絶対仲良くせざるを得ないんですよ、国を、みんなを飛ませようとしたら。<laughs> で、それでまあ、まあ、そういう実利的なこともあるので、こう <laughs> なんて言うんでしょう、融和政策を進めていくんですね。で、どん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 良くなっていって、そのあれあのその、黒人と白人の同じ一つのチームが、えー、っと、 ラ,ラグビーのワールドカップでものすごい勢いで勝っていくっていう奇跡が起きたっていう、まあ、実話に基づいてる話なんですね、でそれに裏には実はそのマンデラ大統領のそういう政策と、その人たちに一人一人に声をかけていたあの裏側があったみたいな感じの、これ事実なんですよね。っていうのが書かれてる、ものすごい感動的な映画なの、うん、インビクタス、これ絶対見てください、皆さん、本当素晴らしい映画だと思います。はい、あの人類の未来をあの非常にあのなんて言ううでしょうね こ,うこれから多様性を増していく中で人が差別あのされていくっていうことに対しての答えどうやったら人が統合されていくのかとそのためには政治家は人々は何をしなきゃいけないのかっていうことを描いた作品なんですねでこれちなみに何のために描いたのかっていうとあのクリント・イ・ストッドの最近の作品はすべて目的がはっきり定まってますそれはあの未来のアメリカのあるべき姿を描くっていう前提があるんですね、うん、だからあれは未来のアメリカはこうなるべきだっていうことの 一つのモデルとして提示してるんですよ。その南アフリカの黒人と白人の融和政策のことに対してですね。でね、<laughs> 素晴らしい物語なんですよ、これ。本当に感動するんですよ。涙が出てくるほど素晴らしいんですよ。なのに、マンデラ大統領は個人としてはどんどん不幸になっていく様が描かれるんですね。うん、これなんでかっていうと、彼の,あの娘とかあの家族が みんな子供時代白人に、マンデラ大統領は何十年間もあのあの白人によってその牢屋に入れられててで、その家族っていうのものすごい悲惨な目に遭ってるわけですね。で、その家族の目の前で、白人と黒人は平等だって言うんですよね。黒人が権力を握った後に。なので家族が許せないと。私たちをめちゃくちゃにした、なんであんなやつらを平等に扱うの 娘から言わわれるわけですよ、うん、でこれはあのミクロとしては当然じゃないですか、うん、つまり、あなたは娘の私が可愛くないのねっていうことを問われちゃうんですよね、はい、これ事実だと思うんですよ、可愛くないんですよ、極端な話、だってマクロのほが優先だって言ってるんだから、うんうん <coughs>、いや、これで本当に可愛くなくて、あの娘のことがどうでもいい人だったらまたいいんだけど、またこの人が愛情あふれる人だったりするわけですよ、マンデラ大統領っていうのが。うんうん そうするとこのミクロとマクロに引き裂かれてしまうわけですね。で彼は自分のマクロとして大事なその黒人と白人っていうのがいがみ合って殺し合う世界がない融和政策を進めれば進めるほど家族から疎まれ家族から愛されなくなっていって家族の愛を失っていくんですね。どどんどん孤独になっていくんですよっていうのが描かれてるんですね、インビクラスって。うん、<coughs> 僕、素晴らしい映画だと思うんですけど <coughs> あの僕にとってその、おう とかリーダーっていうのをその, <coughs> その人の上に立つ人がマクロを優先させるときに何が起きるのかっていうとミクロでは確実に腹部になるっていうことがワンセットで起きるっていうふうに思ってるんですね、うん、でそのミクロで起きる個人にとって自分にとっての最悪の不幸っていうのをすべて受け入れてでもマクロのために自己犠牲できるかどうかっていうのがあの犠牲者が最も 気高くある時だというふうなのが僕のなんて言うんだろう <coughs> あのファンタジーをずーっと読んできて王様の一番かっこいい王様ってそういう人だなっていうこう、うん、ある種の理念系みたいなのが僕の中にあるんですよそのマンデラ大統領みたいな人ですね、うん、でそれを本当に見せてくれた人を見てみたいと <coughs> 物語でもいいからとっていうのだとあのさっき言ったその 自,自己犠牲して世界を守っていった、そのルルーシュであるとか、うん、ルルーシュとスザクですね、うん、であるとか、あとアマテラスの味方とか、こういうのって <laughs> あの、すごく、あの、なんて言うんでしょうねあの、典型的なわけですよね。だからいいなと思ってるわけですよ。うん、でも、このヴァンパイア十字架の、あの、 あのローズウッド・ストラストっていうヴァンパイアの王なんですけども、うん、これね、最初、何言ってるのか分かんないですよ、数巻ぐらい、なんかあまりにも謎解きが複雑すぎて、うん、<laughs> でもあの、そんなに難しくないので、途中からよく分かってくるんですよ、ゆっくり読んでると、どんでん返しがつあの、この「絶 <laughs> 縁のテンペストを読んだことある」を見たことある人は多分いると思うので、アニメとかでやってましたので、どんでん返しが好きな人なんですね。 もともと推理小説かなんかの作家さんかなんかなんですよね、この人ね。すっごいどんでん返しみたいなのが好きなんですよ。で、あの黒澤明監督の「羅モ門」っていう映画を見たことあると思うんですけど、うん、これって、あのうん、真実ってどれかよくわからないみたいな、あと、はい、えーとカレッジアンダーザ・ファイアー、戦火の勇気っていう、はい、アメリカの湾岸ンン戦争を描いた、一つの事実に対してみんなが全く違うことを言うと。 どれが真実なのか分からないっていうのがずっと続いていくっていう中で最後、真実が分かってくるとその全部それを積み重ねるとと全く反対のことを言う人が何人もいるというふうな演出推理小説自体の演出なんですけどもあのこのローズウッド・ストラストスっていうあのヴァンパイアの王のこのヴァンパイア十字架、まあそういう形になってるんですね、ええ、みんな言ってることがよく違うんですよで最後にそれが分かったときにそこまでと 僕、それでもう涙が止まらなくなっちゃって <coughs> あのもう何回も見てるんですよ、久しぶりに読んだんですけどそれでもやっぱり胸が叩かれそうで, <coughs> で、ねあのまあ、誰もが思うしあのな登場人物の誰もが言ってるんですけど王の中の王だっていうふうに言うんですよ、ローズ・ウッド・ストラスっていう、うん、あの人のことで僕ね、やっぱりこの人がっていうのが為政者としての多分なんて言ううでしょうねさっき言ったミクロを 自分の個人を犠牲にしてでも、マクロを優先するっていうことを、<coughs> あのー、なんか体現したような物語なんですよ、これ、うんうんで。あまりにも体現しすぎて、ちょっとあまりにもちょっと不幸すぎてそ、そんなことがあっていいんですか、もうここまでいくと不幸じゃないです、悲劇ですよね。<coughs> 一大悲劇なんですけども、であのー、この中にその、えっ、ー、と、ブリジットっていう、<coughs> そのまあ、ローズウッドストラスにた抵抗しているハーフバンパイアの,あの,あのリーダーをやっているあの女性がいるんですけれども <coughs> あの、この、なんていうんでしょう、ブリジットっていうこの女性は、ですねもともとはそのあのずーっと何千年も前に、バンパイアの王国がまだあった頃にですね、あのそのローズウッドストラスの教育を受けてるんですね、うん、でなんていううでしょね。 まあこう人類が滅びる滅びないとか、自分たちのバンパイアの生き残ってる一族がダムピールっていうあのハーフバンパイアの一族なんですけども、それを生き抜か死ぬかっていうところにこう追い詰められるときに <laughs>、ののローザとト・ストラスもそのこのブリジットっていう,こう大将軍と呼ばれてる人なんですけども、彼女なんかも鮮やかな決断をするんですよ。あの一発で市場を捨て去るんですね。もう市場にまみれてるぐらい本当にあの いろんなものがあるんだけど、スパッと切るんですよ。あのなんて言うの指導者とは王とはそういうものだって言ってあのこう、なんかそういうシーンがいくつもあるんですけど、なんかこう、うん、いや、そこまでやれないでしょうと。多分、今の,その大衆社会を描く物語をやったら、そういうエリート、 であるとか指導者の器の人間ってあんまり描けないんだと思うんですけど、まあ、これファンタジーだから描けてるんだろうと思うんですよね、まあ、かつそのバンパイアというその何千年も前にあったこうあのその高貴な一族の生き残りとかっていう特別な前提を物語に付与してるからそういうエリートの存在がまあ許されるんだろうと思うんですけどにしてもあのすごいんですよ。<laughs> でなんて言うんでしょうねこう あのカヤさんカヤさん聞こえます？はい聞こえてますよ。カヤさんなんかのあのグインサーがの三巻 <coughs> のあの前書きで、はい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 。グインサーがの物語は英雄が英雄たる時代、ええそうですね。を描くんだと、はい。いう言い方をあのしていたと思うんですけども、はい。その英雄っていうのがどういう思考でものを考えるのかと、その。 異性者として彼らはどういうあの行動をするのかっていうのは、多分ね、僕らにはものすごく実感しにくいものなんですよ。ええ、あのそういうふうに育っている人たちなので,で、いないじゃないですか、僕らまあ、そうですよね。<coughs> あのであの、やっぱりね、それはね、あのなんていうの見事ですよ。あのこの万敗十字架って多分、分あの今まで、あのまあ、例えば万 えっと <coughs>『反逆のルール詩』であるとか『そのえー、とアマテラス』の『ファイブ・スター物語』ストーリーズであるとかあのいろいろあげましたけど脚本とあと『ノブレス・オブ・レイジ』ュのあり方としてはですねもう圧倒的だと思いますね。星一字じゃきかな星10個ぐらいのレベルだと僕思ってるんで、はい、あのこれは本当にあのあのえこの絵を読むのってちょっとあのあの思うところあるかもしれませんけどあの絶対読んだらねあの 終わった時に、ね、そう思うと思いますので、<coughs> あのぜひ一読をしてみて、あのくださいそのヒーローというのはこういうものですと、あの突き詰めるとと、うん、いうやつなので、うん、なるほど。ぜひ、あの面白いです、まあ。160円ですので、<laughs> ぜひ買って。六十円なんかそれも悲しくはあるけど。<laughs> 悲しいですね。<laughs> うん、ひどいですよね。 LD さんんは読んだことありますいいす、ね、いいえなでねさっき言ってた「なんか絶縁のテンペスト」はちょっと見たことがあるんですけどみ見てたんですけどあれは何かあはうん、あの,あの脚本がす脚本っていうか今言ってる2点3点とか脚本の綺麗さがすごかったなというそうそうああいうキレのある脚本なんですよ、はい、しかもち <coughs> あのなんていうか事態の打開に対してすごく知恵があるっていうかあのうん その悪い状態、ピンチの状態でどう交渉するかとか、どういう話をするか、どういう作戦をするかみたいなところに、いちいちうならされましたけどね、うんうん、そうそうそう、あのはい、同じようなものを、うん、多分感じれると思うので、はい、その上で、のその上どんでん返しがあるっていう感じですよね僕、それこそ、うん、あれですけどね、アニメ化してほしかったですけどねあの、素晴らしい作品ですよ。僕あんな素晴らしい、うん 物語をあんまり見たことはないって、あのね僕、かなり量を見てると思うので,で、しかも何回も見ても、で絵柄がちょっともうちょっとなんとかならなかったのかとか、いろいろちょっと思うところがね、あ,ありつつも、ですねやっぱそれでもって思っちゃうぐらいのやつですから、これ、すごいと思いますよ。あのっていうので、あのぜひ、えーと、まあまあ、あの、 <coughs> 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 あのこんなラジオを聞いてくれるぐらいの人たちだから「ファイブ・スター・ストーリーズと」とあと「反逆のルルーシュと」と、ね「東のエデンと」とあと「ヴァンパイアジュ会はねさすがにちょっとね意外に少ないんで見てる人は少ないんじゃないかなと思うのでおすすめしてるんですよ。でこの辺はねあの <coughs> 傑作中の傑作なのであの好き嫌いはともかく。 見といた方が、あの、人生ちょっと楽しいよって。はい。うん、あとは、あの、あの、魔法騎士レイアースですね。はい。<laughs> あの、アニメシリーズ本当は全部見れるといい、んですけど。本当は、やっぱ、毎週待ってみた、見るのが一番良かったので。あの。後、後、今みたいに、その。あの。なていうんですかね、世界を守るために、人を人柱にするっていう発想が。あんまり、まだ、みんなに、あの、<laughs> 行き渡ってなかった時代に。 <coughs> あの魔法少女ものみたいなやつで、あの、あれをやったっていうところにあれが凄さがあるので、あの、今だったらもう漫画でいいと思いますね。漫画も傑作でよくできてるんで <coughs>、シリーズ1を、あの、一部と二部があるので、一部を見ると、あの、その、なんて言うんでしょうね、こう、すごいシンプルな脚本がね、うん、あの、グッときますよ。あれも傑作でしたよね。そうです、ね。 田村なんとかさんっていう人のあのアニメの歌がすごいよくて「終わらない」ってやつ「未来を」ってやつありましたよねありましたねありましたねあのレイアースのオープニングエンディングがングが透明だったんであれですけどオープニングは2本とも何ていうかオープニングの大傑作ですねどういいますか最初の「ランプ」の漫画がテレビアニメになるなんてってことで びっくりっていう感じだったんですけど、うん、もう当たり前なようになっちゃいました、ね、当たり前よになっちゃいましたね。<laughs> いやでもあの今回あのそのいや僕スダクがすごい好きだっていうのがやっぱクランプのデザインが良かったんだなと思って、うん、あの後あの翼クロニクルズとかを全部読み直してるんですけどあのな,なんて言うんでしょうねあのもう完全に僕シャオランく、うんと あのすごく多分重なってるんですよね。まあかぶりますよね。<laughs> で、うん、あの、いや、少なくともなんていうか、今言った、つばさクロニクルのシャオラン君は、すざくとかぶりますよね。かぶりますよね。はい、バサにって感じなので、うん <coughs>、で、今回、あの、東ネーゼン見てても、あの、完全に人間関係が、あの、えー、っと、ハチミツとクローバー。ハチミツクローバーの、えー、っと、モリタモニタさん。<coughs> いや、そなんな。<laughs> えっと、えっ、ー、と、さ、作家さんの名前出てこなく知った。海のちかさん。海のちかさんか。あの。海のちかさんの。あの。世界観っていうか、人間関係そのまま持ってきてるじゃないですか。あの。<laughs> あね、別に。一人だけじゃなくて、ぜ、全員。はい、<laughs> あの。なんていうかな。すごいショートカットが起きるんだなと思って。うん。 あのもう説明しなくてもなんとなくわかるじゃないですか、多分あれ、うん、あれ、脚本作ってる方も分かっちゃうんだと思うんです、うん、すっごいそういう雰囲気が出るんだと思うんですよ。うん、<coughs> だからやっぱりあの、なんていう,うすごい作家さんを使うのっていうのは、オリジナルアニメにおいてはすごく必要なことなのかもしれないなって、ちょっと、お<ー>なんかちょっと思っちゃいましたね。はあ、<coughs> いやー、でもね、ヴ、ま、ァ、あ、ンパイア十字架は本当に良かったですよ。 今なんかすごい作家さんすごい作家さん使うっていうのは、ちょっと情報圧縮論的に用意してきですね要は物語をすごく進めようと思うとあの人間関係の積み上げにあの使う時間をなるべく避けたい部分ってあるじゃないですかそ,うです、ね、それがキャラ原案でパッと済ませれるとしたら<っ>それは情報圧縮論ですね。うん、あの ちょっと話すかどうかわかんないですけど、あのパクトっ選択時だからみんな、なんかそっち側を気にしてるとは思うんですけど、いや, <laughs> いや、そのパクトってね、あ,のー、あ,あれって僕はもう論外だと思ってて、うん、はっきり言ってもう話になってないと思ってるんですよ、うん、<coughs> それはそのその人間の積み上げ、そのキャラクターがあるべき。 そのエピソードの積み上げとか感情の積み上げみたいなことが全くできてないと思ってるので意図していることと全く逆,の逆とは言わないけどあの全くおかしなことやってるのでそれじゃあそもそも読まれないよって読んでて違和感があるので <coughs> って僕はちょっと思ったんですよ。さ、うんまあ、さんん <coughs> <coughs> かかんににととかはいいっっぱ喋たと思うんですけど あのえっと、僕は例えば、一番こう信じられねえとか思うのはあの、海の中で爆弾を解除しに行く時にその、えっときに、特殊部隊みたいなのが守ってるじゃないですか、そのうちの一人がなんかあのその、唯一暗号を解読できる可能性がある主人公に向かって突っかかり始めるじゃないですか、そのうん、最前線に行ってから海の中で、うん、なんか、お前はそんなやつだからとかって、俺たちを見下してるんだみたいなこと言い始めるじゃないですか。 だから僕,僕あの、あれが全く何言ってんのってちょっと思っちゃってあのあの、なんて言うんでしょう、そう思うとか、うん、その感情的なにそういうふうに周りの人が思うだろうとかその、彼がそういう問題を抱え、欠落しているっていうふうな設定自体がおかしいわけじゃないんですよ、だ意図的には分かるんですね。はい、だけどその、今、あの時点でアメリカ滅びちゃってるわけじゃないですか。うん、っていうことはもう人類 半分滅びてるぐらいのレベルな状況で日本をどう守るかっていうギリギリだから人類をどう守るかのレベルで話をしているときにその選ばれている特殊,特殊部隊の軍人がですねそんな市場を最前線で行く前にやるのはあるかもしれないですけど言うかとん思ううですよそういう人たちはだって今、日本を守れるのは彼しかいないんだから彼がどうのこうのの問題じゃないじゃないですか。イデオロギーや気持ちははどうででもいいはずなんですよ で命令ってそういうものだし、軍隊ってそういうものだと思うんですね、ではい、それこそが誇りのはずなんですよ、軍人としての、はいで。という状況からして、その中の特殊部隊のエリートが、しかも人類の救,あの救,救出というか、日本を守るために選ばれている人たちが、あそこでそんな態度に出るかとで、そのせいで足を引っ張ってて、なんかいろんなこう爆発に巻き込まれてとか、いろんなことしててで、その時に本当は自分の娘を守りたかったんだみたいな、娘を。 娘とのこう約束のエピソードが出てきたりとかするとね、うん、あのもし本当にそういう思いがあったとして、軍人だったら、絶対あの場で突っかかったりはしないはずなんですね。うん、で、僕はあのブログであの、の嘘のレベルがあの完結してないというか、統一されてないという言い方をしたんですけど、うん <coughs>、あそこでそういうエピソードの積み上げをしたかったとしたら、そ,のそういうやり方はできないはずなんですよ。 あの絶対ありえないです、軍人がそんなふうに突っかかってくるってことは。うん、で、それを多分やるために、なんかこう、あのこうまあ、お涙頂戴にして、なんかすごい悲劇的にするために、そういうの話をこうあ話を、いや、彼も本当はそういうことはしたくなかったんだけどみたいな感じで、物語を作ろうとするんですけどね、積み上げとして嘘のレベルが全くありえないことをやるので、あの感情移入とかのレベルの問題じゃなくて、おかしいって思っちゃうんですね。うん、でこれやったら すに戻っちゃうんですよ、あの観客が、うんあの、読んでる読み手が、なぜかというと、物語の中のうあが統一化されてないので、いや、ないでしょ、それってなっちゃうんですよね、で1個や2個はあるんですよで、力で押し切るとかね、イメージで押し切るってのはあるんですけど、これ、この人、ほとんどすべて100%全部そういうふうになってるんですね、説明し始めたら話にならないので、だから僕、これ、もう読む価値が全くないって。あのかえさんが <coughs> 女の子をこういじめるっていうのがこう、ね、あの新世界の話ですよね、その現実を厳しく見させるっていうものと、マドクラマギカみたいに女の子をこう徹底的にいじめ抜くっていうのっていうのの、こう一類型として、まあ、パクトみたいなのがあるんですけどみたいな話をしたんですけどね、でそれに対して僕の答えは、LD さんにも見たし、カエさんにもあのいっぱい言ったと思うんですけどあの、文脈で語る価値が全くありませんと。うん それ以下なであので、論外以上、うんはいシ、シャットダウンと。なんていうんだろう、こう、僕はの星2個と星1個って物語が失格だっていうふうに思ってて、で星2個っていうのは <coughs>、僕が物語としては全く成り立ってませんよと。あのだからだめです、これはと。まあ、ですって終わりなんですね。はい、星1個は それはあっては許されないと、この世の中にと。優しいと。<laughs> なるほどだから星1個ってもうありえないんですよ、僕の中で、そこまでなんか攻撃的になることは。だ,だって別にこ、ね、そこまで攻撃的になるならあの、見ない、だから星2がそういうのに値するんですね。あの普通は僕、見ないんですよ、大体それって。うん、もうあのな、何か特殊な理由がない限り、思い入れがない限りは、2を例えばそのブログで書いたりとかあの、わざわざ口で喋ったりしないんですよ。だからパクトも読んだ瞬間、あダメだめだって、多分何も語らないと思うんですよ、うん、普段はただ今回は。 LD さん、カイエンさんから宿題があったので、これ、文脈的にどう位置づけられますかという質問に対しては、僕の答えはその時は、これは文脈に位置づけるまでもありませんと、そもそも物語じゃないのでというのが僕の答えだったんですよラインバレル,ル,ル,ルっていくつ取ってますとか。 ラインバレル,ラインバルだけが一です、ほかりまたぶん1なかったと思います、皆さん調べてくれれば分かると思いますけど、1>, うん、1は僕、相当攻撃的に怒ってるので、こんな物語があっていいのかって僕、うん、僕は多様な物語があるのはありだと思ってるので、なるべく何でもありだよねって、究極最後は好き嫌いの次元なので、うんあの、嫌いなものは見なきゃいいだろうっていうのが僕はスタンスなんですよね。うん あのまあ、多少言うのはあるかもあるけど、まあ、基本的にはそれよりは、だ僕、星5とかのほうが圧倒的に多いはずなんですよ、あの僕のブログを見てると、まあ、まあ3も多いですけどね、要はあの、いいもの、いいっていうこと以外に、あんまり語る意味ってないじゃないですか、わざわざその攻撃しても、嫌、うんはい、なんだからっていう話で <laughs> あの、だから2はちょっと技術論的に、やっぱちょっとここはおかしいでしょっていう話をあの言うときに書くっていうやつで、ただ、1ってす、あの 僕の存在が拒否をするっていうのその物語はそんなことを言ってはいけないみたいな、はい、<laughs> あの、うん、いうことなのでそのまずないんですけど、うん、そんな攻撃的になることはだって10年間で多分あれ1個ぐらいなのでこれだけ量を見てて、ま、弁護で言っとくとラインバレルなんていうか技術的な出来はそんな全然悪くないんですけれどラインバレル技術的な出来はとてもいいですすごいしっかりしてます 何かまあ少なくとも何かああの、うん、まあ、共感できなさがすごいみたいなそうそうそうすす <laughs>、うん、しかもなんか何の何の言い訳もないっていうか共感できない主人公でしょみたいなくあの空気がないんですごく不安になるっていうあれあれちょっとねよくわ、ね、あのあの主人公がダメな主人公だよっていうようなことなんかもうちょっとはっきり言ってくれると ああだめな主人公がねとかそれがすごいメカに乗ってるって皮肉だよねとかもしくはバカな主人公だけど憎めないとかか嘘でもそういう設定をしてくれればでもあれって言い訳が一つもないのでい逆に肯定してるってわけじゃないよねって不安になるんすよねしかもどう見ても肯定できないことを言っていてしかも演出もすごく。 パクトなんかみたいなはっきり言って話にならないレベルの演出レベルじゃ全然ないんですよ、LINE、はい、バレって僕も覚えてますけど、はいあの、すごく積み上げてるんですよ、うん、ちゃんと。すごく積み上げてるのに、最後そこで何も言い訳しないので、うん、えっ、脚本側はえ、この主人公を肯定するわけって、うん、でも今の流れで肯定できる要素は一つもないよねって、あのうん、でみんなも肯定して、だから好きとかって周りの女の子が言ったりするんですよ。 だ,だからって今、接続詞がつくのが僕にはわからないんだけどって言って、うん、なんかすごいこう胸がなんか痛くなってくるんですよ、あれね。うん、あねってラインバレルは素晴らしい作品ですよ。うん、あんなに不安になったしいっっ、す <laughs> 素晴らしいって使って、あの、うん、なかなかネット上では、ネット上ではなんかこう、逆説的なことを言うとあんまりこう、変な伝わり方しちゃうんですけど、ちょっと、あれはびっくりですけど。れパクト、いいえうん、まあ、パクトの話とかに。 なんていうか、戻れたらなとは思うんですけど、はい、今、何人ぐらい聞いてます ?45 人ほど聞いておりますそうか。それくらい聞いていただけると非常に。ファクトの話にうつ、うん、移るというか、えっと、まあ、なんか、ベトリーさんの、それは、今の意見は意見として、思うんですけど。 そうするとっていうよりむしろパクトンを持ち出した時にすでになんかカエンさんとそんな話をしてたと思うんですけれどまあ,、はい、ちょあの要はえ、えっと、これまでずっとやって,て新世界系の話とか、ええ、まあもっと具体的に言うと多分そのこれって「進撃の巨人」をあたりとかの流れのもの、うん、そうですねで、はい、でもし「進撃の巨人」と「窓かまきか」ってなんか全然ジャンルもストーリーラインも違うんですけれどああいうものを なんていうか、がなんメインストリームにあるとしたならば、ああいう欲求がですね、エンターテインメント戦の欲求が、アイラインにある,あ,るあるとしたならば、えーと、パクトもその流れに沿ってなんかやろうとしてるんだろうと、うん、いうふうに思うんだけど、なんかちょっとずれてますよねって話は、あの時点でしてたとは思うんですよね。はいはい、で、ペトロニさんが見ても、要は、うん、系譜上にないっていうような話になるんですけれど、 うん、でいや、えっと、なんか、ペトロニスさんの方と話してっていうか、気になってたポイントっていうのは、ペトロニスさんと接続がもしかして切れましたかあれあ、うん、切れたみたいですね。そうですね。ちょっとお待ちください。はい。ええー、そういうわけで。うん、もしもし。 一回ちょっと切れたみたいですね。もしもしはいすみません、すみません、なんかちょっと切れちゃった,たい,、はい。あ、ちょっと話, <laughs> 話を続けますけれど、えっと、まあ、系譜上にないっていうか、ちょっとずれてるよね、だとしたならば、あの、何が何がずれてるの、何が足らないのっていうようなところが、<laughs> ええ、なんていうか、僕の興味の対象になるわけなんですよね。<laughs> うん、あのなんだろう 要はなんていうか絶望的な状況で戦うっていうシチュエーション、まあ、もう心理的な巨人と対比していくとして、うん、絶望的な状況でなんていうかその戦うっていうことでは共通してるんですよな,、うん、なのにずれて,るっていう思ったり感じたりするっていうのはじゃあ、絶望的な状況で戦うっていうことがなんていうか抑えておくポイントじゃないのというかあるいは、まあ、それだけでは立たない。 はい成立しないものなのだとしたならばもう片方っていうかあのあ何点かある視点はもう一つは何があるのっていう、ええそ,うん、それが何ていうかそのファ、ええ、クトを見ていくと何かわかるんじゃないかという気がしていてあ気がして、まあ、比べてみると、ええ、傑作になる条件っていうのはどこにあるのかっていうのが。 そうですねそういうなんていうか、うん、じゃあ何がえ何が足らなかったんだろうとか、うん、そういう感覚の話になっていくんですけどそこら辺で<の>はい<の>どうぞこれ言った時に、うん、僕としてはもうこんな作品を論じる意味ないでしょうっていうふうに言ったつもりなんですけど、はい、あの LD さんから同じように返ってきてしまったので,、うん、であの僕はだから大枠の文脈に あの結びつけることができるレベルじゃないですよという,ふうに言ったときに、LD さんは今のように、そうじゃなくて、仮にそのいわゆる進撃の巨人であるとか、新世界ものの,そのまあ絶望的な状況で戦うという条件はほぼ満たしてますよねと、設計上は多分ほぼそれと同じような設計をしているというのは、これは僕も認め,ないところ認めるところなんですよ。だから あのそこが成り立ってないのはどこなのかというところを探,探れば、ね、<laughs> あのもうちょっと何かが言えるんじゃないのかと、うん、こういうふうに問いかけられたんですね。確か僕ははこの時に、あのー、要はあの <laughs> 僕が言ってる部分のところっていうのはテクニカルな部分でしょと LD さんに言われたというふうに僕は認識したんですね、はい、そののあは。テクニカルっていうのは、要はあの演出の積み上げの技法がちぐはぐになっているからといって、そもそも作者がやりたかったその絶望の中で、うん、<laughs> 戦うというふうな意図っていうもの自体が。うんあの あの意図が成り立たなかったっていうのは分かるんだけど、うん、その意図したこと自体を評価しようとか、その何が足りなかったから、それがもうちょっとあのあの、そういう技術論を超えて、もうちょっと今いいならなかったのかっていうところを見なきゃいけないねと、うん、<coughs> で言われたときにあの、一応、僕がその時の反論というのは、いやいや、これはテクニカルな部分じゃないですよと、確か言ったんですよね。要は えとこのどういうふうに言えばいいかな体調がね体調、うん、だったか忘れたけど特殊部隊の人間がその何のために戦うんですかっていう積み上げに対して、うん、えっと全く成り立たないことをやってしまうとまずこの作品がじゃあ何 何のために戦うんですかと、主人公の男の子がっていう話をしたら、これは女の子のために戦おうとしてるのはもう明白だよねと、はい、で彼は明らかに日本を守るために戦ってないよねと、うん、あの彼は多分、うん、女の子を守るために戦ってるんですよ、うん、で、多分多かれ少なかれいろんな主人公が、あのなんかこの特殊部隊にこう参加してるその暗号解読班のなんか女の子なんかも、うん、なんかすごい精神的に不安定なんですね、見てるとね。はい なんかもう、吹っ切ったとか言ってる割には、すぐ不安定になったりとかするのも、うん、あのどうもみんなあの、誰一人国のために戦おうとしてないんだなと、国家とか、マクロに対して忠誠をあの、まあ、仮に幻想で嘘であったとしても、うん、職業上信じなきゃいけないというのが軍人の立場のはずなんですね、うんうんで、それよりもみんな個人の感情の方が優先されていますと、うんでまあ、主人公自体はまあそれはそれでいいでしょうと。 でもそうするとあの、そこで僕は言ったのは「その進撃の巨人」のかっこよさっていうのは何なんですかと言ったら、うん、それはその何の力もない少年少女たちが左だったか右手だったか忘れたけどそれを心臓を捧げるってやつですねこの心臓を国のために捧げますって言うんですね。でこのの場合の国と いうのはまあナショナリズム的にいう定義を一時考えても仕方ないんですけど、これ、あのうまいっぱい描写されてるんですね、これ、何かというと、家族であり、仲間であり、故郷であることは明白なんですよね、うん、でそこの積み上げが、がエピソードがいっぱい積み上がってるんですよ、進撃の巨人っていうのは。うん、でいっぱい積み上がってるときに、最後のぎりぎりで、それでもこの心臓を捧げますってみんなさげるんですよ。 非常に右翼的だっていうふうな、まあ、こう批判がされることが多いんですけどこれ要はあの日本って基本的に国のために戦うっていうことを虚勢してきてきてる。 ところがあるので,で世界中にやっぱりその共産主義とかやっぱレフトサイドの思想がすごく流れてるんですよ、人間の子を大事にしようっていうのが流れている時代なので、うん、僕らの世代って、特にあの民主主義の世界、大衆を大事にしている社会っていうのは子を大事にする社会なので、うん、どうしてもレフトサイドによるんですね、うんで、それはそうですよ、そうじゃないと僕らみたいなパンピーは生きていけないからですね、うん、大きなものに潰されてもいいですって話になっちゃうので、絶対レフトサイドが強くなるんですよ、うん、でその揺り戻しがあったのはまあ90年代ぐらいなんで、もうすでに中間ぐらいにまで来てるんですけども、うんあの <coughs> そうなった時にですねやっぱりみんな、あ,のあんまり <coughs> その左ばっかりに寄っているのを見ているのも、そろそろ飽きてはいるんですよ、うん、それ、なぜかというと、左に寄るってのは逃げるってことなんですよね、うん、責任取らない人たちだから、自分を守ろうと思うと逃げなきゃいけないんですよあの、エイリフ・フロムの僕の分析で、自由には2つあって、何々への自由と何々からの自由って、2つの自由があるんだよっていうのは、自由論を考えるときの基本原則なんですけども、あの <coughs> あのの 人間にはその自由になるために自分があの責任を持って縛られるんですと、自由と義務の話ですね。うん、っていう自由のあり方と、すべてから自由でありたいですって高速からの自由っていう2つの自由があるんですね、うん、で高速からの自由をとても求めてるんですよねあの、現代社会っていうのは、それは大衆社会だからっていうのと、あとそもそも国家が強くなりすぎたんですよ、特に1940年代ぐらいとか、30年代、20年ぐらいにですね。であんまりり強くなりすぎてあの、まああの 人間の子の,あの価値っていうのがほぼ完全に真滅つしてしまったので、うん、これはだめだっていうことでその揺り戻しが戻ってきているんですね。でそこに対して「進撃の巨人」なんかがこの心臓を捧げますって言ってるのはあれはあの人類がもしくは自分たちの世界がすべてが滅びるかもしれないという世界最終戦争に陥ったときはあらゆることが肯定されちゃうっていう。あの 条件がつくんですねで今っていうのは、あの戦争するとき誰と戦うのかって言ったら、その他の国と戦うわけじゃないですか、他の国と戦うときはそれはすべては肯定されないんですよ、国際法だったり、ルールもあるし、他の国だって人間だろっていう、あの善悪二元論の話が出てきちゃうんですね、だからそれは差別だっていう話とか、そういうことがすぐ出てきちゃうんですよ、でそれは正しいでしょ、どう考えても。だけど、これがあのトップを狙えて、庵野秀明さんとかガイナックスが描いた。はい 作品なんかがあの宇宙怪獣との戦いを描いたんですけど、これ、すごくとても美しく描けるんですね、うん、それ、あの「進撃の巨人」もそうなんですけどね、それ、なんでかって言ったらあの、コミュニケーションできないものが攻めてきた場合っていうのは、うん、あのどちらかが滅びるしかないじゃないですか、うん、でどちらかが滅びるしかないって言ったら、その善悪二言論的に、そこにコミュニケーションを試そうということを考える必要が全くなくなるんですね。うん、で実ははこここれれすごい問題ががあってでこれこそが 白二元論であの最後まで殺し合うっていう最悪の思考を生み出すんだっていうことを描いたのがエンダーのゲームっていうのとその後の死者の代弁者っていうのがそれに対するアンサーになってるっていうものすごい大傑作があるんですけども、うんまあ、そこは置いといてあの右と左どっちかに寄りすぎた場合の時にそのこに今まで左に寄ってたたに、あに当然、右のサイドの寄り方っていうのをやるときに何て言うんでしょう 今の時代の世の中の人の常識、コモンセンスからして、それでも認められるその命の捧げ方と、こう捨ててまで全体に奉仕する、公に奉仕するってことの価値をどこで見出せますかって言ったら、それはあの人類が滅びるかどうかの最終戦闘を設定するかどうかなんですね、しなかったらだめなん、うん、です、マブラ・ボルタナイティブにしても、そのトップを狙いにしてもあの、これにしても、レンダーのゲームにしても、ですね人類が滅びるかもしれないっていう前提を作ったときにそれが肯定されるんですね、うんで。その肯定される状況を作った上で 『あのまあ、進撃の巨人』っていうのは多分あのもう一回見た時に答えが分かりましたっていう風な言い方を僕はしましたけど SF だったらもう絶対あれはコミュニケーション可能だっていう風な話に絶対落ち込むのは分かってるんですけどでも多分そこにがヒントが出る前にものすごい『進撃の巨人が』が人気が出たのはやっぱり僕はやっぱあそこはそのこの心臓を捧げますっていうところの積み上げの <coughs> 部分戦うところのあっあさと 非常に素朴な意味でのナショナリズムであるとか故郷を守るっていう発想っていうのが非常にやっぱりうまく描かれてるんですね。で、これ、マブラ・ウォルテナリズムなんかが好きな人には当然だとそこにすごくいっぱい描かれていたのであれもハーレムメーカーハーレムメーカーていうのは基本的にものすごく左サイドのみんなを大事にするって発想なのでこう大事にしていくっていう方で責任を取らないっていうところにものすごく走っていくところから あのめっちゃくちゃ人類が滅びるからギリギリのところまで追い詰められていって、でまあ、ブラブラティネティブっていうのは、そのタケルっていう男の子が、あのすごく追い詰められていって、責任に目覚めていくっていう話のストーリーになってるんですね、でこれにものすごくインスパイアされて、あのえー、と進撃の巨人の人は、伊早、えー、山先生でしたっけ、はい、が書いたっていうのは、まあ、これ、有名な話ですよね、うんあの、お二人とも仲いいですし、あの吉村さんとあの彼は。あの っていうことが、新世界ものの「進撃の巨人」の面白さだとすると、うん、それを描こうと思ったときに、パクトが描いているものというのは、公の奉仕に対して、全く無頓着になって描いてるんですね。うんで そこが違和感が感じるっていうのはあの物語の守るべきものが全くわからない状況になってしまってて守るべきものは女の子との関係性であったり自分個人の世界にあの自分個人の心の中の問題だけになるじゃないかとでそれで世界の厳しいことを描いてもそれは新世界ものじゃないんですよだって世界が厳しいわけじゃなくてお前の思い込みが厳しいんだよとかっていう話になっちゃうのでそれは。で、それをもし その彼の,そのパクトの主人公の女の子を守りたいという物語をやるならば、あのそれにふさわしい物語の作り方はあったんですよ。うん、だけど、これ、設定は本当に新世界ものと同じように、あの世界が厳しい話を描こうとしちゃってるんですね、一生懸命、いろんなエピソードで。うん、だから、のの特殊部隊の,の隊長の,あの娘さんの話とか、過去の話とか、フラッシュバックしたりとかっていう、リティールを描こうとするのは、要は新世界もの的に、世界。 といいうううのがマクロ的にに追い詰められてくるともうどうにもど自分の意思が通用しない完結できないいできと自分の子が抹殺されていくんだということの,そのマクロとミクロの真滅つの部分ということを描こうというストーリー設定になっているにもかかわらず主人公もあの他の人物も全くそう思ってないとなので完全にミスマッチを起こしてるんで全く面白くないとだからこれはそれを理解してない作者は全くは俺は僕は無能だと思うという言い方をしたんですね。 でこれちょっと LD さんと喋ってる間に出てきた話なんで僕の意見というよりは LD さんに教えてもらった部分も多いんですけど、うん、要はパクトの主人公が女の子を守りたいだけであると、うん、基本的な根本原則はと、うん、でそこに向かってそれが全くできない状況を作り出していくっていう形が世界が厳しいっていうことだとどうもこの作者信じてるみたいなそれは僕ミスマッチでしょと。うん 言ったときに、僕、あの LD さんが言った言葉がちょっと、そこは LD さんが説明してくれると嬉しいんですけど。うん、<coughs> いやえな、何のこですえっと、あのせ世界系とかそこら辺の話ですよすそうですね、うん。いや、またなんかちょっといろいろ気にし始めたんで、あれですけど、<笑><笑>えっと、いや、ちょっと会話会話の中としては、うんつまりなんていうか、これってい、あの えっと一見な一見っていうか、流れとしては進撃の巨人系とか、そういったところにえっとに乗ってあの作られてるものに見えるんだけど。何て言うか、その作品の成り立ちとしては、あの一昔前の何て言うか、世界系の形なんじゃないかなっていうことをですね。なるほどした、指摘したんですよね。うん、あのこれも,もうちょっとね。当時は強くて。うん LD さんは、これは世界系なんだって叫ばれたんですよ、<laughs> い<や>それで、うん、僕、えあなるほどと、世界系なのに、世界系の反対の装置である、新世界ものの演出をしてるから、うん、すごくおかしなことになるんだってことに分かったんですよね。で、うんうんうん これ、これ多分ほぼ間違いないと思います、で間違いなくて、ここですごくすごいことが分かったんですけど、うん、要は世界系と新世界物って、実は反対物であるってことが分かったんですよ、はは、ね、はいはいはい,はい、はい、これでものすごい発見だった僕らの中では。そうで,すね、で、<の>そこで、この後に、はい、まだちょっとこの後の議論はしてないんですけど、あの LD さんが気に始めたのは、じゃあ、そもそも世界系って何だったっけって LD さんが言い始めたんですよ、うん、それで、あれ、なんだろうって話になったんですね。あのー <laughs> <ょっ> <laughs> いろいろ押し込んでいきたいんですけど、僕、ちょっとパクトの中、今あの、パクトが世界系じゃないかっていう話をしたのと、うん、あの実はですねあの、なんていうか、新世界って言葉をことまを、あ、例えばこのラジオとかで持ち出して話してるじゃないですか、うん、新世界ってで、くしくもなんていうか、全然意図してなかったんですけど、その世界系の反語にそのままなってるんですよね、割と。と、うんうん。なんていうかえ、何言ってるかというと、世界系は、えー、といろんな定義があるでしょうけど、とにかく内向きですよね。 はい、自分の心がどうあるかっていうか自分個人がどうあるかっていう話をなんていうか描こうとしてるっていう方向がありますよね。うん、で「新世界」っていう話は何を話してたかっていうと「コア,コア関係ないっていうか「お前関係ないよ」っていうそうですねだから外の世界なんだよっていう話をしてるじゃないですか、ええ、これ完全に表裏一体なんですよね。ですね。で今ななんんてていいううかあのそれが えっと、エヴァンゲリオンあたりが代表的な世界っと言われるものですけどあのそういう時代があって今何ていうか完全に裏返った方向にものが動いてるとでこの2つのワードっていうのが裏返ってるんだっていうこと自体がですねあのあの意識してなかっただけに面白かったんですよちょっと突然的な偶然っていうことそうですそうですあのず,ずっとなんか系譜だけ折ってって喋ってたんですけど 気が付いたらなんていうか真,真裏返りというかはいあの完全に表裏一体のほどなってるのが面白いなっていうのがちょっと抑、うん、えておきたいポイントの一つあの世界系の話も新世界系の話もちょっとあのポイントを抑える前にあの省略して喋りますけどあのそれが抑えたいポイントの一つなんですよねであんまりちょっとなんていうんですかね強く言えるとこあの 合わせてちょっと話すことかどうかわかんないんですけど、ちょっと今、パクトで僕が気にしてたっていうのはあの、女の子を守りたい、女の子を守りたいっていう話をしてるんですけれど、あの、ええ、このなんていうか主人公が守りたかった女の子って死んでるんですよね、ええ、であのー、多分生きてるんですけど、多分た、ね、多,多分っていうか、まあ生きてるんですよね、ぶっちゃけ、はいうん、でも主人公は知らないですよね、生きてること。ええうん でその上でこの人何をやるのっていうことを主人公がやってるんですけれど、ちょっとそ,そこが、その意味を気にしているんですよ。うん、意味っていうのは、えっとまあ、単純な仮説で言いましょうあの、それが多分このパクトの中の、なんていうか、新世界経営に対する処方の一つじゃないかと思ってるんですよね。はい、守りたたかっっ女の子はもうういいいないっていう うんうん、つまり、なんていうか、うんうん、えっとこの作品がその世界系を気にしてるかどうかっていうのは全然わかんないというか、多分気にしてないんですけれど、うん、あのそうなることに対して、そっち側の内向きになることに対して、いや、この女こ子、死んでるよと、うんうん、でその上でどうすんのって、パクトは言ってるんですよね、うんうん、あの,いあのい言ってはいるんですよ。で <coughs> あのー、でそのなんていうか意味するところはわからないんですけれど多分、ちょっとそのパクト自体のポイントっていうか今論じてるところの,あのキーポイントになるんじゃないかなと思って今、ちょっとここにくさび,くさびっていうかポイントはつけておきたいんですよね。うん、で、えっと単純に女の子を守ろうという話になるとこれ、なんていうかすごいひどい状況なんですけれど、うん、あのいくつかの世界系のものと非常に重なって世界系といわれてる作品とあのー、 重なる感覚があるんですよ、うん、あの、ええ、一つは例えば何かあの星の声とかですねあの重なりない、はい、重ならないかな星、ねうん、の声と,の声えとどこがどう重なるって話かあの,かかかあの感触的な話をしてるんであの、うん、重ならないっていうあの状況であればちょっと今あの強い言葉で重ねれるっていう言葉はちょっと言えないんですけれどはいあの <coughs> とか なんていうんですかね、最終、最終兵器彼女とかですね。ええ、あの、そういったものになんていうか、近い感覚っていうところ、ちょっと思ったりはするんですよね。あまあ、悲劇の恋というか。そうですね。あの、ひえっと、ひ、ひどいあ、うん。た,ただ、ええそ、それは、なんていうか、その物語っていうのは、なんていうか。この女の子と。<あ>この女の子と主人公の。うん 世界にパクトは集約されてってるように見えるか今ちょっと思ったんですけどそもそも世界系と新世界系というものがあるとして、はい、そこに差があるとしたら、はい、悲劇が成立するかどうかっていうところがあるのかもしれないなとつまり世界系においては悲劇は成立してううあの俺はなんて不幸なんだと思うことができるんだけど、うん、あの新世界系においてはもはやはそれも成立しなくて うん、当たり前の複数のな死の中の一つに過ぎなくなってしまうってことかあるのかなえとっとめちゃくちゃ重要な指摘に思いますねはいあのー、あ,あのえっと、あのー、こ,れこれから見ていくものは別として<い>世界系は多分その個人の悲劇は世界の終わりと同義なんですよはい俺が不,あの不幸になること俺が自分が死ぬことっていうのは、うん、えっと世界が不幸になることと あのなんていうかえっ、ー、と世界が終わることと同じなんだっていう感覚を持って語られているものととりあえずしましょうやとしたときに、<の>新世界は自分の不幸っていうのはたくさんある不幸の1つに過ぎないしお前が不幸でも周りみんな幸せかもしれないし関係ないよとそこは。ええうん、でお前が死んでも世界は動いていくよと。ええ いう感覚の差なのか、差だというのは、重要な先ほどね、うんあのー、僕、言ったと思うんですけども、うんあのー、レフトサイド、あのーまあ、左翼か右翼かみたいな、あのー、感じのところで、こ、あ、う、のー、大事にするかしないかっていう大きな分岐点があるんですね、はい、公を大事にするのか、こう大事にするのかと。 これ SF の全体と個っていうテーマがあるんですけれども、それのまあパラフレーズの一つなんですけれども、どっちも大事なんですけど、これってバランスがあるし、制度設計上はバランスもあるし、かつそのタイミングによっては、もうこを無視せざるを得ないときとかもあるわけじゃないですか、これはあの例えば、医療であるトリアージの問題であるとか、いろんなところに顔を出すんですね、つまり命の優先順位をどうつけるのかみたいな話なんですけれども。の,の価値を 大事にしていくっていうのがとても左的な発想なわけですよね、うん、個人は価値があるんだと、うん、人権はあるんだと、うん、人間に意味はあるんだという方向にどんどん走っていくんですよ、うん、<laughs> とても理性的で理智的で、うん、あヒューマニズム的な思考なんですねはい、うん。これとても大事なものであると同時にものすごい行き着くと欺瞞があるっていうのもわかることだと思うんですよ、うんうん、であのー 僕萱さんの今の指摘って本当にあのすごい重要なポイントであの、悲劇が成立するっていうのはあの、LD さんが今おっしゃったように、うん、その個人との世界っていうのに価値があって、うん、世界と同一視してるわけですよ。うん、自分は価値があるんだと、なぜならば自分が世界、感じる世界があの世界のすべてだからなんですね。なので、例えばそのもう一人の女の子との関係性が世界の中心になっていってしまうんですね。はいはい でそれが成り立たなければそれが不幸だって話になるんですよ。うん、でもあの、それはその人の視点っていうのがその人って主人公の視点があの世界の中心である価値があるっていう前提に立っているから不幸だって話になるんで、うん、さっき言ったようにあの全体からするとどうでもいい話かもしれないじゃないですか。うん、別ににに人があの1人ののカップルががががそういう風になろズズタズタに死のうが まあ別にそれでね,あのね、100億人ぐらいの人が助かるんだったら別にいいんじゃないって言って、まあ、軽くなんか、ね、何百万人ぐらいはどうでもよくなると思うんですよね。うん、世の中ってそういうものなので、マクロ的には。今のは極端な例ですけど、そのうん、あってはならないって話と、でも現実そうだよって話は別の話じゃないですか。左側の人、あってはならないっていう、そのなんていうんだろう、あるべき論を語るんですね。うん、あのそ,そういういに言わないと、どこまでもあの、うん 個が無視されてしまうから,な、はいから、なんでて言うんだろう、あってはならないっていうのが、いや、本当にあるんだって勘違いを起こさない限りはすごく価値がある言い方なんですよね、はい、<laughs> 左側の人は。はい、だけど、右側の人はあの現実すごい見てるので、あのなんていうんだろう,こう、すごい現実追認主義で、あの何にも変えようとしなくなっちゃうんですね、はい、だからダメなんですけども、うん、だけどあの、とてもよく現実を受け入れてる事実もあるんですよ。はい、そうは言ったったて <laughs> この火事じゃあるのって言ったら、ないでしょと、うん、もしくは <coughs> あの、内容に設計しないと回らないところもあるよと、はい、例えば、その進撃の個人で、うんそのね、門を守るために命を捧げてるあの兵士たちの気持ちであるとか、あのさっき言ったパクトがあの、はい、最前線でその日本の国を守るために、うん、あの出ていってる特殊部隊の軍人とか、うん、そういう人たちが、は まあ納得まではしてるかどうかともかくとして、でも職業として受け入れてると思うんですよ。うん、それくらいのことをやってやらない組織力で戦わなかったら、人類滅びちゃう自分たちの立場、まあの守れないと、はい、でその時はあは数の勝負になってるんで、組織力の勝負になってるんで、自分が駒であるしかないわけですよね。うん、でそのででああっってて死んいいくことがが価値があるっていう風に、まあ多分 置き換えてるんですけど、あのそれ全体から言えば、コバなんてどうでもいいことなわけですよね。うん、で、そういう現実を受け入れなさいと、うん、あのいうふうなことになるんですけども、あのそうすると、そこは悲劇じゃないんですよ。うん、だって別にその人の視点が世界のすべてじゃないから、はい、もっと大きな世界っていうものがあって、その中の一部に過ぎないものだからなんですよね。うん、<laughs> で,でぽ、ぽっくり死んじゃうかもしれないし、何が起きるかわかんないみたいなところで生きてるのが僕らだよっていう。うんで どっちがいいとかの話ではなくて、世界系ってとってもエゴイスティックに世界を見てるんですよね、うん、あの世界の中心で愛を叫ぶっていう、まあ、あの有名なあのエヴァンゲリオンのタイトル、もともと SF の小説のタイトルですけども、はい、そうですね、あれなんか、とってもいいあのフレーズだなと思うんですけど、あのえと特にこう愛だ恋だって言ってる人は、世界の中心になってるんですよ、自分が。 なぜ、はい、かというと、追幻想ていうのは、究極の世界拒否なので、追幻想の、追幻想ってカップルって意味ですね、あのカップルの究極の物語は、あの近松問題問題、ロミとジュリエットなんですよ、最後は二人で心中しますと、うん、あのこれ、どういう意味かと、世界の拒否なんですよ、私たちの方が正しいと、うん、で人間一人だとね、そこまで思い込むの難しいみたいなんですよ、うんうん、でも二人だとね、平気で死ぬんですよね、みんなね、うん、ボコボコと。うん それなぜかっていうと多分それくらい追幻想っていうのがあのなんて言うんだろう幻想の持ち方としてリアリティが強いんだと思うんですよだ,だから世界系ってなんか今思うと世界系ってあれだったのかもしれませんねその真珠ものとかああいうものの,の <coughs> 一系列の派生分だったら面白いあなるほどなるほど、うん、それも面白いあのそれも。 面白いい指摘ですねというよ新<の><珠>小説っていうのが日本の文学の歴史は基本的にあの内面でぐだぐだ考える、ね、僕は何みたいなことを言い始めたりとかあの田山かたいとかがなんか布団の中でなんかこうあのこうちょっとこう弟子の女弟子の布団とかをこう匂いくんくん嗅いでたりとか帝国は今戦争してるからってそんなこと日本が滅びるかどうかで戦争してるとお前そんなくんくん嗅いでるなよみたいなね,、うん、ねでも僕はそれが重要なんだみたいなねあれも愛の話。 ね、そうですねあのいやあのふ2人っていうのが重要世界系世界系が2人っていうのが重要っていうのは何ていうかちょっと抑えたい感じですか 1>, <れ> 1, 1人で1人で何かこういいい世界を1人で世界を何ていうかあのこもってるっていう形じゃなくていずれ ももしもし,もし,もしちょっといずれも何かなんていうか「追幻想の行く先っていうわけでもないんですけれどそういうものを何て言うかあのー、まあでもそうですね「追元層」の形で何かそれが語られてるポイントがちょっとなんか多い,、ええ、多い気がしますね。 単純には何一人、うん、だとなんか俺はクズだになっちゃうんですよね、結局。うん、まあそ,そうなるしなんてか、俺 <laughs> <の>はまだ本気を出していないとかね。あるいは、戻るうううううのがあのなんか美しくなくなるんでしょうね、たぶ物語が。美しくなくなるんですよ、あのドストエフスキーの地下室の初期みたいな世界になっちゃうんで。いや、あのほら、あのなんか内面世界の話だと、あのなんて言うんでしょうね。うん 今日朝起きてみて、布団を履いたら、僕は虫だったみたいなね、そういうこと言い始めるんですよ、あと、うんあの、なんでお前は人を殺したんだって言ったら、太陽が眩しかったからですみたいなね、はははいはいはい、はい、いやちょっとすごいよく分からない、あれね、心理分析的にこう評論で読み解くと、結構よく分かる話なんですよ、はいうんで。分かる話なんだけど、分かってどうするみたいなところがあるじゃないですか。そうですねなぜかというと、うんあの、物語が動かないんですね、うん、なぜかというと、他者がいないからなんですよ。うん だから他者を巻き込んでる上でナルシスズムの幻想にこもることができるっていう意味で追幻想ってものすごい魅力的ななんていうの幻想のあり方なんだと思うんですよ。他者を巻き込んだかあるいは他者に巻き込他者を巻き込みたいというか他者を巻き込んでいるつもりになれるというかそういういそうそうそうお互いを思えるしでかつ。ですかね、あの あのいろんなパターンはあると思うんですけどね、ね本当に信じ合ってるケースもあると思いますけど、うん、基本的にはマインドコントロールって簡単じゃないですか。うん、ましてお互いにやっちゃえばもう完璧ですよね。うん、なんであので、ナルシスズムってのはどういうのかっていうと、あのフィードバックがない状態っていう風に考えるんですね、うん、心理学的には。うん、<coughs> で、次元層もコントロールできちゃうんですよ、フィードバックがなくなるように。うん、で、最後、死んじゃえばもういいので。うん、だけど3人以上になると 多分ね幻想って許されないんですよ。うん、誰かが冷静になってるので。うん、それは面白いですね。一人の物語と二人の物語と3人以上の物語っていう。いや、だからそれ、栗本るが言った話で、あと僕がですよね、た二言論なんですよ。あの <coughs> 戦争してるときに、二国間だと二言論の全学二言論っていう形で、お互いが全学だって言って、なんかこう <coughs>、悪の帝国と戦うとかっていうふうに言い始めるんですね。うん、でも <coughs> あのこれやっぱり諸葛亮孔明っていうのはすごい天才な人で、うん、もう一軸できた瞬間にですね外交が始まるので、ええ、あのみんなね、いきなり頭が冷めるんですよ冷静になるんですよ、うん、悪とか言ってたらやべえと、うん、だって悪って言ってたらあの妥協の余地がなくなるのであの、うん、相手を連合させてしまうんですよね、うん、だから絶対悪とか言えなくなるんで善悪逃げるのに絶対陥れなくなるんですよ、うんうん、だから三軸以上はどうもねだから多国間同盟っていうのが 基本的に国際平和にとても持しているっていうふうに、まあ、今の現在の政治学ではよく言われるんですけれども、やっぱりね、三、うん、軸以上じゃなきゃだめなんですね。だ、うん、<laughs> から日本もなんか昔、こう戦争に走った時世界最終戦争みたいなね、あの戦争の橋、はい、原監督ってはいうのはい、はい、あれやっぱり、ね、二<あ>国間考えるとだめなんですよ、二、うん、国間だと妥協のうちなくなっちゃうんで、最後まで。はい、<laughs> だからあのやっぱり三軸にならないと、いい物語は書けないと。 本当のタイガーロマンとか、うん、ダイナミックなサーガーを描こうと思ったら、三軸じゃなきゃいけないって栗、カ本ルはあの言ってたんですよね、だから三国史であり、あのグリーンサーガーでありっていうふうな形になるんですと、うんうん、で、うん、それと同じなんですよ、うん、やっぱり2人だとあの、限界があるんだと思うんですよね、やっぱりナルシスムなので、うんまあ、どうあれ、最後、死んで終わるしかないでしょっていう。うん <coughs> えっと、ちょっといく,、えっと、いくつかのポイントあもう一回あのポイントのところをちょっとさ,さらえておきたいっていうか気をつけて抑えたいところがあって一、えっと、つは、まあ、ちょっとなんていうかじゃあパクトとあ先にちょっと言いますねベ、えっと、トロニさんの方でそでレフトサイドアウトサイドっていうようなあの話をしてあの論じているんだけれども、えっと、今、挙げているなんていうか えっと、世界系と、新、新世界の、はい、あの、話っていうのが、えっと。果たして、そのまま、なんていうか、えっと、レフトサイド、あの、ライトサイド、レフトサイド。っていう形で、修練できるものかどうかっていうのは、ちょっと、あの。あ、えっ、ー、と、ね、<か>この場合。わから,ないからない。もし、引きずられるようであれば、うん、あの、レフトサイド、ライフサイドって言い方、やめてもらっても構いません。あの、はい、要は、こう大切にしようと思って、あの。うん あの個に価値があると考えるのか、うん、公に価値があると思うかっていうことの、うん、多分あれなんですよ、綱引きがあるんんでですよねそれを僕はレフトとライトって言い方をしただけなんで、あ、うん、あのあのかなりねじ曲がってるので、あの政治ショックが強くなっちゃうので、だからあの個に価値があると考えているのか、ね、公に価値があると思ってるのかっていうのの,の、うん、こうグラデーションの中でどこに位置するのかっていう話。 あのその意味でいうと非常に重要な,なんていうか視点の直感はあるんですけれどもやはりですねその内面を向いてるっていうことと外の世界を向いてるというのは多分そこはもう多分かなり間違いないところだと思うんですけれどその現れ方っていうかそ,れに対しえ、えっと、その回答の仕方っていうのがうーんどうで なんていうかど,どうあるべきかっていうのはちょっとポイントで置いておきたいなと思います。<laughs> ちょっと今何,はういう何言ってるかちょっと分からなかったですよね。はい、あの言います、新世界の話題をしたときに、<laughs> 新世界の話題をした時にはは話題から始めたのは、とにかくまず、なんだかひどい目に遭わせるっていう状態が、ポイントなんだと、ポイントなんだと、あのそういうのが出てきてるよねってで、君が主人公じゃないよって言ってたりとか、とにかく、うん、あの外のでかい世界に出てったら、次はレベル2の敵が現れて、 それが倒せるようになったらあのレベル5の敵が現れてとかそういうはしごがついてるわけじゃなくていきなりあのなんていうか踏み出したら絶対勝てない敵と会うのが世界なんだよっていうのが、うんえっと、新世界の話だよねって言ってたのが最初のワードだったと思うわけですよ。で,、えっと、でそれに対してまああの話していたのはじゃあそれに対してどういう答えがあるかというか。 うん、あのどうやって生き延びるのっていうところをみんなが求めてるんだと、求めてるんじゃないかっていう仮説で、新世界のそうするとどうなるのかっていうと、うん、あの今の僕の軸でいうと、あのその新世界のものの残虐な行為っていうか、うん、いきなりそのはしごを外されて、世界の現実にこう向き合わされると、うんうん、いうことが起きるっていうのは、どういうことかっていうと、個の,の価値が世界の中心ではないっていうことを、うん あの、通説に感じさせるために、そういう演出が起きているっていう言い方に使えられますよね。そう,そ,うはい、そうですね。はい、でね。で仮に、そうだとすると、何が起きるのかっていうとですね。うん、ここで、さっき公って話が出てくるのは、どうん、であのみんながすみません。ちょっと、聞きいです、ね。なんか雑音が混じりますね。うん、聞こえます大丈夫です。今は大丈夫です。はい。<coughs> あの、 えとその個の価値が、えー、世界の中心でゃないっていうことを通説に感じさせようとするのが、うん、新世界ものであるというふうに考えたときに、はいうん、その新世界もので、じゃあ,あの次何を考えなきゃいけないかというと、個がね、うんまあ、自由であれるとき、うん、世界の中心でいられるとき、うん、っていうのはどういうときかっていうとですね、うん、それって当然に、 経済的に余裕があるときなんですよね。わ、うんえーね、かりますよね。うん、要はじ、みんなが自分勝手に自由に生きられるだけの、うん、余剰がある状況であればいいわけですよ。うん、そしたら好きなことやってればいいわけですよね。はいうん、でところがあのそ、その場合はそれで終わりなんですよ。はい、だけど、もしそうじゃなかったらと。うん、でそのそうじゃなかったらのときに、 進撃の個人はある設定が入るわけですよね。うん、要は人類が滅びる直前ですと。うん、で、この価値なんて構ってられませんと。はい。その中で、うん、でも人間は個人なわけですよ、やっぱり。うん、はい。だって人間だからね。はい、うん。その中で、個人であれないというふうなことがあったときに、それでも、うん、<coughs> <coughs> その んでしょう解決しなきゃいけない価値って、何ですかって問うたときに、これ、友達だとか、家族だとか、故郷だって言ってるんですよね、うんええ、そこは守る価値があるものです、これ、ナショナリズムの基本的な原風景の話ですけど、はい、あのそこは一応価値があるものですと、うん、だってそれなくなっちゃったらもうだめでしょ。うん、だ唯一 みんなバラバラなんだけれども、人々が住むこの世界の現実っていうのの基盤を守ろうとするところ部分には、うん、価値はあるはずですよと、うんあの、そこは守るっていうことに対して、のさっき言って、なんで僕、公って言い方をしたのかっていうと、公ってそういうものなわけじゃないですか、はい、そこに守るのには価値がありますよっていう話は、これは通りやすいんですね。うんで 多分、そういうふうな物語は受けるでしょうと。この新世界ものをやるときにですね。はい、でただ、今度はやっぱ僕らの世界はそんなにあの、もうなんて言うんでしょう、原始的な社会ではないので、うんうん、そんなプリミティブなナショナリズムの話をされるとですね、うん、今度いろんなことが問われるんですよ。うん、その例えば、じゃあ、守らなきゃいけない現実って、どこまでですかと。あのほら、うん、えとあの 量子コンピュータの世界の中に全部入っちゃった世界があるじゃないですか。なんだっけアニメ。マトリックスのことですかマトリックスのことですかいや、じゃあアニメでゲームで、ゲームじゃなくて、アニメで。ゼガ・ペインのことですかはいゼガ・ペインのことですかゼガ・ペインのこと。はい。たぶん、はい。要は、ここでう公っていうので、みんなが、それは公ですねっていうことに、 共感できる範囲がどこまでですかっていうことが、結構今って危う,く、うん、危うくなってるんですよ、それはネットにおけるリアリティの問題であるとか、はい、あと人工知能が生まれてきたときに、人類ってどこまでを人類というのですかとか、うんあの、そういうところがすごく曖昧になってきていて、これ、多分もっと進むんですよね、うん、でそうするとあの、どこまでが守るべき共有の,こあのこコモディティーなんですか、共有物であるんですかと、うん、あの公共物なんですかと。うん いうことに対する顧問ンセンスが失われつつあるところの中で、これ、中世であるとか、ですね古い世界、進撃の巨人なんかもそうですけど、世界にするとすごくシンプルになるんですね。なぜならば、そんな現実とは何ですかみたいな質問が来ないからなんですね。人間とは何ですかって、まだその事態は人間の中での人権すらもまともにあんまり管理であの あの貫かれてない社会なので、うん、あのそ,そういう以前に言うものの話があるでしょって話になるからなんですね、だから中世や資金世の話とか、ちょっと時代を昔にすると、すごい多分話はやりやすくなるんですよ、うん、この新世界もののやつは。うん、でもそうじゃなかったら、じゃ何を守るべき価値としますかっていうことは、あの結構分かんなくなくりますよねちょっと待ってください。 今の話の方向に行くのをちょっとせ、あのー、制御しておこうと思うんですけれど、えー、と最初の話にちょっと立ち返るように、まあ、そういうひどい世界っていうのがまずあった時に、えー、ときに新世界の話で、まあ、以前のラジオから言ってることですけれど単にひどい世界だよっていう告発はなんていうかこれまでもあったしなんて、えー、と物語系の中で一番ひどい告発はあのー 突然死なりカメラを引けってやつだという話までしたとは思うんですよね。で振り返ればやつがいるつです、ね、そうの突然死やあのじ実はこれはなんていうか映画でしたんっていうのが <laughs> そういう告発の一番ひどいやつってわけではないんですけれどあのそ,そういうものだというようなところまで話したと思うんですよでもそうあの新世界はそのなんていうかひどい世界だっていう告発することを目的とし,たしてる。 ものじゃないよねっていうところまでは話してると思っていてむしろあのでここら辺から仮説に入ってくるんですけど多分それ自体も正しいと思ってるんですけれど、えっと、ひどい世界だっていうのは分かったんだけどじゃあどうすればいいのっていうところに何らかの答えを持っている作品があの受けている。 答えを感じさせ,させてくれるものあるいは、えっと、答えを見せて答えを期待させるものですねこの場合期待させる方がいいんですよねど,どんな期待があります例えばえっとあちょっと待ってくださいねえっとそこで話していこうと思ってるんですけどそのうちの一つでえっとなんていうか「進撃の巨人は多分心臓を捧げろ」って話をしたと思うんですよ、はいうん、どうやって生きるのって言ったら「いや心臓を捧げろそれしかないじゃん」って っっ、うん、っててて言るるとは思ってるんですよねでそれはなんていうか今の時代になんか割とかなり大きな共感を持って受け入れられた話じゃないかとは思うんですよだ、うん、からこれがねちょっとふと思うのはね、はい、そその単純にそういう右翼的な言説に僕はんて言うんだろうなこうと取り込んでしまっていいのかなっていう気はちょっとしないでもなくてこれは何て言うんだろう LD さんの意見とに対しての話っていうわけじゃなくて、あのつまり、進撃の巨人というのはどう評価をするんですかっていうときに、はいあの、なんていうんだろうな、素朴なナショナリズムじゃないですか、うんえー、家族を、故郷を守れって、でそ,でね、そのために心臓を捧げろって、はい、でものすごく物語としては、シンプルな話ですよね、すごいあの原始的で力強いものであるのは事実なんですよ。そ,ですね、でそこを 荒削りにものすごく見せてくれたところをあのドカッと細かいこと抜きにね、はい、そこに進撃メロデのものすごい魅力があるのは事実だと思うんですね。はい、ただ本当にそんなものにみんな単純に共感するのかなと。はい、で、あのいや政治学的に言うとね、これ二つの取り方があって、あの時代は変わって新しいジェネレーションになってきてるんで、うん、またもうもう一回同じようなことが起きるんだよと、はい、歴史は繰り返すんだよという考え方が一つあるのと、はい、もう一つ。 いいやいやそうじゃねえだろうと、もっと全然違う捉え方してるよと、うん、それでなんいうかという,ともう全然かい、100年前と一緒にすんなと、うん、どっちなんだろうっていう気はちょっとするんですよね、えこれはちょっと、あのちょっと打足です、今、ちょっとあの,と今と今あの LD さんの論理からは全然、うん、あのちょっと打足を言っいただけまい、うん、でもけど、すごいねあの、進撃の巨人の評価をどうするのかっていうのは。でも意味があるし 意味のある指摘だと思います意味のある指摘だと思っていて後者の部分も考えなきゃいけないし、えっと、もう一つ言いたかったのは、えっと、僕自身はそういうひどい世界に対してどう対処するのっていうことの答えっていうのは「進撃の巨人」だけじゃないと思ってるんですよね。というよりもっとなんていうか、えっとまあ、ぶっちゃけて言うと窓ガオマキカとかそこら辺の話もこれにはなんていうか混ぜていきたいし、えっと、なんていうか他のなんていうか そのそ外の世界でひどいことが起こるというかひどいものにどう処していくのかっていうものは、うん、もうちょっといあの広い範囲でカバーしていきたいと思ってるからこそあの答えは心臓を捧げるだけじゃないっていうようなないんだろうっていうようなところで話をあの話がしたいなと思ってるんであのそこはちょっとあえて広げようとしてるっていう。 指摘が一つまあその意味で言うと今、心臓を捧げろうが、多分進撃の巨人」の答えあの答えなんだろうって言ったことに対して、いや、あのそれって単純ななんていうかナショナリズム、まああるいはパトリオーティズムでしたっけ、パトリオティズムですね、ティズム、だ、なの違うのってところは疑問符を投げかけたいですよね。っていうのと、あのー、一つはちょっと今、なんていうかあの対比で、なんていうかパあのパクトと、その、 進撃の巨人に対比してるんですけれどうーんやっぱり何ていうか端々のキーポイントとか見ていくと合わせるところを合わせてるように見えるんですよねあのー、なんだろうえっとパクトの方女の子が守りたいでその女の子が死んじゃったとかなんかちょっとそういう、あのー、話とかしてるんですけれどじゃあ「進撃の巨人」そうじゃないのかっていうといや別にエレンとミカサの話っていうのは かかなり近い関係性を持って描かれて描れると思うんですよね、うんうん、つまり何ていうかワードというかポイント的にはあの揃えてあるんですよヘッドを <laughs>、うん、インデックスをあの,あの揃えてあるように見えるわけですよで <laughs> にもかかわらず僕は確かになんていうかパクトの方は先駆けさを感じるわけですよまあ逆に言うとちょっと内向きさは感じるわけですよあの なんていうか、うん、まあちょっと今あえて大雑把に言いますけど内向きさは感じるんですよそれに対して、えっと「新秘劇の巨人」っていうのはさっきカエンさんが指摘したみたいにその悲劇っていうのはありふれたありふれたっていうか、うん、まあとにかくたくさんある悲劇の一つで世界の終わりではないんだっていうものを見せてるように見えるんですよね、うんうん、だけどキーワード的にはと外装的には揃ってると。 うん、だとするなら何なていうかそ,その違いってのはどこから出てくるんだろうとまあ一つ三重に言えるのは演出や言葉の端々に出てくるあのあ端々から現れるものの違いの積み上げによってその方向性の違いは明らかになるっていうのはうとりあえず言えるんだそ,それってとりあえず言えることじゃないですか。<laughs> はい とりあえず行ってみたぐらいの意味しかないじゃないですか何かもうちょっと決定的な違いみたいなところとかそうういものが決定的なのが見つかると気持ちいいですけどね気持ちいいですしもうちょっとなんていうかディスカッション的なあるいは討論的な話をするとパクトが内向きだみたいなことを言ってんの君がそう思ってるだけでしょと君がそう感じてるだけでしょ俺、そう思わなかったもんあれは世界の外の世界をやってるじゃんで インデックスが揃ってるんでこことこことここが外を見ていますって言えば多分外を見てる世界の話になるんですよ。あのちょっと宿題っぽいですね。うん、あの言,い言い張り可能な世界の物語なあの話なんでここは、はいうん。そう言い張る人がいればあのその、まあ、もちろんその言い張り可能な世界を講義に捉えていけば、えっと、どこにどういう条件が整っていようが僕はそう感じるが通用しますけれどそれをもうちょっとディスカッションレベルまで落としたとしても パク,トパクトに対して本当になんていうか世界系という評価があの妥当たり得るかどうかっていうのはちょっと考えなきゃいけないところはあると思うんですよね非常に感じてるんですけれどちょっとなんていうか、うん、あのーまあ、ちょっとペトロニーさんがあの指摘したみたいにいろんな体調が <laughs> なんかなんであいつがとかそういうことを言,いあのあの言う態度を取ったりとかうん あと、なんてゅうんですかね、やっぱなんかこう、その、思ってるのはなんていうか、あの麻薬打つんですよね、あの人たち。で、ひどい話なんですけど、うん、あのひどい話ではあるんですけど、どう言いますかね、明日がなさすぎるっていう指摘がいいんですかね。 ななんかちょっとなん,あのなんていうか自暴自棄になってるように見えるんですよ生きる術べを話しているように見えなくなっちゃってるんじゃないかっていうのがいいんですか、言い方としては。あのうん、どうやって、この世界どうやって生きていくかていうんだろうな自分の命を差し出せばそのことによって結果が得られるっていう思想が感じといてしまうっていうんですかね。うんうんうん、そうですね、いや、なんだろうじじあの、自暴自棄って言葉が当たっているような気はしていて。はい、うん、なあの ボロボロになっても生き抜くんだってことが多分言いたいんじゃないかと思うんですよ。ええうん、それこそ何ていうか自分の体の一部なり心の一部なりを差し出しても生き抜くんだっていうことを言いたいように見えるんですよ、多分。ええうん、でも何て言うかあの結果としてそれが答えだってちょっと思えないところがあって何、うん、て言うんですかね。うん まああ逆に言うととえっとあのー、非常に単純な話言うと主人公に生きる気力が見られないからかもしれないですね。そうですね、うん、あのー、主人公はもうなんかかなりもう絶望しちゃってて <laughs> どうでもいいよ、やることだけやるよって感じで打つわけじゃないですか。言うとあのー そ,それならなんていうかエレンみたいにうおー、巨人ぶっ殺してやるとか <laughs>、うん、もう家族いね家族みかさだけどでしたよね、確か <laughs>、うん、だけど俺は巨人が憎いんだよとか言ってる方がなんていうかあの明日への活力があるっていうか、うん、単純に言うとですよあのそ,そういう差はあるのかなって今思ってることはそういうことなんですけれど、うん、そのなんていうかあ,あんまりこうバチッときてる話ではないですよね、そこら辺って。 細かい話になるってちゃってんてうんでやっぱりアクトの方が悲劇に浸ってられる余裕があるように見えるんですよね。うん、多分。うん、あの俺はなんて不幸なんだじゃないけど、うん、あの要するにもう自分の不幸を中心にして考えてて、うん、で自分の不幸に浸ってる余裕があるように見えるわけですよ。うん、個人の不幸に浸ってる余裕があって、うん、世界のことを考えないで済んでいるように見えるんですよね。で、うん、麻薬打つっていうのも、うん、人類のために 打ってるというよりは自分がちょっとなんか苦しいんで、うんうん、もうどうでもいいやって感じで打ってるように見えちゃうんですよね見えますねそこは見えるんでそこは見えるしうん、うん、見えるいや本当に見えるんですよそこは、うん、だから答えっぽくなくってひどい話でひどい状況で戦ってるように見えるんですけれどはいあのあるいは何か他の話例えばあの「進撃の巨人があの本当になんていうかこうまあなんですかエレンが 仮にですよなんかパワーアップするために、うん、自分の身を削るような薬物をもう一回打たなきゃならないとするじゃないですか、はいうん、でそれやるとなんか回数が限られてて命も危ないとか言って、はい、やる状態で多分エレン君はやるんですけどそういれ多分,多分あの、受ける印象が違うと思うんですよねそこに何かちょっと違いみたいなのがどこに違いがあるのかって話ですかね。そううでですねでえっ、ー、と、うん そ,そこなんかちょっと押さえておきたいんですよ。で、あと、「進撃の巨人」に関して言うと、僕、なんていうか、最初で一巻の終わりか、それぐらいの時に、思ったんですけど、うん、エレン、主人公のように見せてて、うん、実は主人公じゃなかったんだって思ったんですね、最初。はい。な、うん何でかっていうと、食われちゃうからなんですよね、えー、巨人に。うん、あっ、えー、そ,それ読んだとき、僕は瞬間的に、あ この話っミカサが主人公だったんだと思ったたんですよねが主人公だったっていうのは今でもそうかもしれないんですけれどあのなんていうかエレンがいない中っていうわけでもないんですけど、うんええ、あんだけ頑張ってる少年が食われちゃう世界でどうすんのっていう、ええ、あの物語をやるかと思ったんですよね。ええ、あんで、近いことを感じた人はたくさんいるんじゃないかと思っていて。 あの、つまり、その部分でなんていうか、あの、ひどい世界っていうか。こ,こうだよっていうのが、あの、途中で引き返したんですけど、その。まあ、それはエンターテイメントとしてないんですけど、<laughs> 引き返しはしたんですけど、それを見せたかなっていうは思ってはいて。あれ、見せたと思いますね、うん。見せたと思うんですよ。僕も,僕も覚えてますよ。あの、エレン主人公でずっと話す続けてきたのに。違ったんだって一瞬思いましたよね。<laughs> で。 あれって視点的にはとても複雑になってて実はミカサってものすごく超人的にすごい強い子なんですだから生き残れる子を置いたんだっていうね彼女の生きる目的とか世界そのものってエレンでいいんですよねエレンじゃないですよエレン・イそれがパッと食われたりパッと死んだりとか離れ離れになったりとかしてで死んだ って聞かされて諦めるみたいなシーンがあるじゃないですか、はい、ででそれでもやっぱり戦わなきゃいけないので、今、少なくともここではって言って、うん、あのミカサさん、戦うんですよね、うん、でなんかあのこう顔面の,あの表情の死に方、うんうん、多分もう生きるあの、うん、記録は完全に失ってるんですよね、うんで、なんかあれはね、確かにすごい、ああ、なるほどなって思ったところはありましたね。うん あの,あのひどういうことがあるんだとそうひどさを表してるんひどさをクリアしてるんですよまあある種の突然死的なそう突然死的な描写で,そ,描写でその中でどうすんのっていうところをあの表現してはいるんですよだからなんていうかすごくいいシーンだしいい組み立てだと思うんですね多分、はい、僕僕のの中で進撃巨人がなんていうか えっと、当たる要素の大きな一つの部分だったと思うんですよ。あの一瞬のドキッという感覚と、えっと、それこそぶっちゃけて言うとエレン生きててよかったというわけでもないですけどその感覚で読み続けさせるエンジンになったと思うんですよね、えー。主人公だからお約束で生き残る世界ではありませんよっていう。うん、っていうふうになったと思,った、うん、思うんですよ。だからさ,さらに言うとなんていうかパクトのヒロインの女の子が死ぬっていうのも。 はい、そういう意味ですよって取れるんですよね取れるますよね、うん、で多分そういう意味でやってるんですよ、ね、ほぼで確かにひどい世界だなとは思う、うん、ほぼそ,それでやってるんですよ、うん、ただあれだとなんかねなんでここで殺しちゃったんだろうって思っちゃうんですよですよねであなんでここで殺しちゃったんだろうっていうかなんかあの目的達成してないような気は確かにするんですよ、えー、軽いんですよ、はい、そ,そこが知りたいんですねんそこが知りたいっていうかあのそこを詰めていくとなんていうか しあのし新世界の物語の形が分かってくると思ってるんですよあの。どうしてもその僕は最近、このラジオでかあのなんか上げているそのセレクターウィクロスとかですね、ウィ、うん、クロスの2部が始まりましたよ、楽しみだな、いいんですけど、うん、アニメで始まったんですけど、クロスあれ、あれ送ってくれてましたよね、ね送ってますあの、一部は見てください、はい、<laughs> ひたすらひたすらひどい目に遭だけなんで <laughs>。 あと心がもうちょっと強くなった時に読みますまあそうかもしれない。あ,いや今あれ今<を>、うん割とライトですよ。<laughs> これ出てないですか騙してるかな、今 <laughs>。<laughs> <laughs> 割とライトだしあの、原因をかける太陽っていうのも入れたと思うんですけれど、あれもなんかもうあの、なんだろう、ほとんど窓かまぎか。で、あの本当にひたすらひどいっていう。 だけなんで,すよで、あの、うん、いや、つまり、パクトが違うと思ってるように、ウィクロス、あの今、もう3つぐらい開けれるんですよ。ウィクロス、原油かける太陽とですね、黒木鋼の3つぐらい上げれるんですよ。まあ、他にもちょっと、あの、近い感じかなっていうのは、いくつかあげれるんですけど、要するに、ひどい目に合わせる系ですよね。うん、<laughs> なんか、すごいネーミングですよひどい目に合わせる系。<laughs> いや、<laughs> 最近、あの、なんか、多いですよ。えっと、あの、ジャストかどうかわからないんですけど、なんだったかな。えっと、 なん,なんとかブラッド。まあいいや。あと、まあそういうのもあったし。はい。なんとかブラッド。うん。なんとかブラッドってやつがあるんですよ。あの、ちょっと待ってくださいね。うん。ブラッド。出てこないな。まあまあまあ、いいですよ。わかりました。あ、いや、すいません。えっと、なんかそういうのがあったりするんですけれど。 やっぱりちょっと違うなっていうふうに思ったりするんですよね。あの。<coughs> うん。あのー。こ。これやってればいいってわけじゃないよねって思う。思う。うん、思うんですよ。うん、えっと、まだ。基本的にはそう感じると。うん、そうです。黒木鋼はまだちょっとよくわかんないんですけど。ビクロさん、なんか本当に救いがなくって <laughs>。うん。うん。すこ。す。すうん。 まあで多分第2部って救いのある話をやるんでしょうから多分そこでまた評価変わるんでしょうけど「言、うん、ける太陽」もなんか、えー、とあえて言えばすごいひどい世界なんだけどもう私はやこれでやっていくんだっていうような決意みたいなの言ってるんですけれど、うん、多分、うん、なんか決意だけだと何かそのが見てる方の共感がないっていうか。 うん、あのなんだろう段差が大きいっていうか具体的なカタロイスがないんですねそ,そういう感じになんだろう、うん、ブラックブレッドかもしれないですけどあのそういうなんか超能力みたいな持ってる女の女の子がみんな,なんか赤い目でまあいいやごめんなさいぱ <laughs> っと言えないえっと そういうのがあってうんだから何かえっとキーワードとしてすごく過酷な状況にあのその主人公たちを放,あの放り込むとどうもなんていうか受けるみたいだっていうかそういうところまではなんていう送り手の方がいろいろんか掴んでるっぽいんですよねはい、うん、だけどえっと見てるとなんていうかひどいところに放り込むだけでは なんかちょっと違うんじゃないのっていうか、そういう気持ちになるとと。ブラック企業に放り込まれても喜ばない、誰もと、うんそう。ブラック企業で生き残る方法とか。<laughs> そうですね、ブラック企業で生き残る方法ですよね。あるいは、かまあブ例えば単純にはかブラック企業をもうちょっとなやり込みちゃうっていうか、えー、それこそ逆に取り込む。 うん、逆にブラック企業っていうのは非常に今の日本の生きづらさの象徴的存在として分かりやすいと思うんですけど、うんうん、ワードとして出てますけど、うん、そこでなんかあとブラック企業に入ってみたらもう非常にひどい状況だっていうことに対して、うん、いや多分逃げるだけだとあかんあのエンターテインメントとしてはですよ社会的にどうするかっていうのは別問題として、うん、エンターテインメントとしてはそこから逃げちゃいましたにあの逃げましたっていうだけだと多分あの意味はなくって。 例えばなんか逆に取り込むとかそ,そこを変えてってしまうとかあの単純に言うとですよそういうものを見せて初めてひどい目にあってるっていう状況がに対してなんていうかカタかルる勢を得られるっていうかでもバトルロワイヤルとかで逃げたパターンじゃないですかねえっと<ッ>アメリカに行っちゃったっていう割り方なんですけどああ,あの一番初期の頃のバトルロワイヤルですよね、はい あのー、いや、ちょっとそこは評価がいろいろあると思うし、年代も違うんで。まあ、そうですね、はい。パシッとは言えないんですけれど。えっと、映画版でいうと、なんか反逆しますよね、なんか。あ<ー>あ、まあ、確かに。はい、はい。まあ、あの。はい、目の前にいるやつは、とりあえず倒して、から逃げて。うん、いつか帰ってくるぜ、じゃないけど。うん、いう感じを忘てるっていうところが、やっぱ、いいなのかな、うん。うん。バトロルロワイヤルの頃は、多分、なんていうか。まず、なんていうか、動く原動力みたいな。 ことが求められた時,時期なんで必ずしもなんていうかあの最終的な結末は求めてないっていうか、ええ、戦う理由って何ぐらいの方が求めあの時は求められてたような気がするんでん結末はそんなになんていうかあのまあだから例えば久米がブラック企業だとすると、うん、ブラック企業の社長だとすると久ベを倒すことはまあ無理ですと、はい、ブラック企業を日本から駆逐することは無理ですと、はい、だけど社員の。 あの境遇を改善することはこうすればできますみたいな物語なわけですよね。そうですね、あのーうん、そういう言い方はできる、あの例えばここ説得力とカタルシスのギリギリのせめぎ合いがあったってことなんですかね。えっと、まどかまぎかに関して言うと、そういう言い方ができると思います。僕なんてていうか、はい、捉え方の一つとしては あの窓がマギカってキューベがきゅうべいは基本的に契約通りに話を進めるんですけれど、えー、だからその契約の内容をよく聞いていたか、その意味を本当に理解していたかっていうのが重要なんですよね、が言ってるあのはなんていうか聞かれれば答えるっていうスタンスは取り続けてるんで、るので、取り続けてるし、そのその答え方は非常に技巧的ではあるんだけど、その技巧のコツさえつかめれば <laughs>、あの 言ってる意味を理解でできるるんですよで言ってることの重さが理解できるかどうかってそういう話なんですよね、うん、契約的な観点から言うとですよ、久ベの話って、うんで。それに対して、バ川家はどう,どうしたかっていうと、その契約の隙を突いたような話なんですよね、うんあの、今のブラック企業とかそういうノリの観点で言えば、うん、彼の持っている契約の隙を突いた、何かっていうと、なんていうか、魔法少女になってよって言ったんであって、魔女になってよとは言ってないんですよ、はいうん、単純に言うと。 うん、だから魔女にならなくていいんですよね、その契約上、うんうん、そこは入り込めるんですよ、とかあのそういう言い方ができるんですけど、うん、そうすることによってあの、状況を変えた、あるいは世界,を世界の在り,り方っていうか、久米自体をどうこうできるわけではないんだけど、逆転して見せたっていう。 そこを見,あの見せてる物語でもあるんですよね、円川真紀のあり方っていうのは。はい、例えばそう、そ、ねうん、のちょっと個々、はい、の,その,ここの、えっと、今あるやつの解釈じゃなくて、あのはい、僕のイメージみたいなね、はい、こうじゃあどうすんのと、この先と、うん、あのここからというのを、ぱ、はいうん、っと,パッと思いついたのがあったんで、うん、<あの> <laughs> 要はあの、新世界ってそのこのひどい世界で、 あのどうやって生きればいいのかっていうことのその答えをどういうふうにあの模索するかという話で、うんうん、で僕、そのひどい世界っていうので、ブラック企業って,って言いましたよね、うんはい、でこれ、僕今、適当に言ったんですけど、あなあ、なるほどなって、自分なんかちょっとふっとひらめいたものがあって、久ベに対してね、久米、うん、経営者なんですよね、でそれに対して、魔法少女たちが雇用者ですと言って、はい、どうやって雇用の。あの あの改善をしますかと、うん、その契約について今どうしましょうかって話をしてると、もちろんそうなんですよね、世の中にはルールっていうものがあるので、契約とは言わなくてもです、ね、ただ、ブラック企業の例えば契約、えー、雇用契約だと考えると分かりやすいんですけど、うん、それに対して、今、LD さんが、ルールの隙を突くか、ルールを書き換えますみたいな話をしたんですよね、はいはい、でそういう可能性があるんですと。はい、もしくはそのあのなんかこう みんながやってるからと言ったりとか、世の中がそうなってるからって言って、雇用契約、簡単にサインしちゃだめだよとかね、はいあのそ、そういう話をしてるんですよね、その重さが分かんないとだめだよみたいな、ねはいで、この辺までって当たり前ですよね、うん、雇用契約のサインをするときに、はい、どんなにひどくたって、サインしちゃったら終わりなんですよ、うん、それはそうですよね、うん、でそれはよ読んでないお前が悪いと、そうですねで仮にそうなってしまったのが既得契益になってて、なんとかそれを壊そうと思ったら、契約のじょ、これもやっぱり契約を完全に理解しなきゃいけないんですよね。そうですね その隙をついてでもとかいう話になるんだけど、はい、僕今の僕がそうなんでちょっと思うんですけどねそういう時に、ねうん、あのいやいやいやそうじゃなくて自分が経営者になっちゃえよというのも一つの答えなんですよね。はい、でこれずっと僕言ってるんですけどあの,あのいい物語っていうのはあの大体がですねあのこれ確か ハンターハンターで確か僕は言ったことだったと思うんですけど、ルールをどういうふうにするのかって話から、ルールブレイカーっていう方向を模索していって、その後ルールを作るって話に話が進んでいきますと、うんうん、いうことをずっと言ってたことがあるんですよね、だからそれはあ,のあるんですけど、でこれってその、要は労働者だったんだけど、経営者になっちゃった方が早いでしょと。うん いいうなうなことを抽象的に言うと考えられるじゃないですか<ー>要は自分で会社を起こしてルール作ればそれで回るでしょと、うん、ただ、今度は雇用契約じゃなくて世界との世界の経済市場っていうルールとの戦いになるけども、うん、でも、そこは自分が主体でやってることだからあのどんなに過酷でもあの主体感が全然違うでしょって話なんですよねやらされてるわけじゃないから。うん、だってててどの道やらされてても 自分がブラック企業から抜け出るとか戦うためには、契約を完璧に理解してその、その隙をつかなきゃいけないんだったら、うん、自分で外の世界に乗り出していって、自分でルール作った方がいいでしょ、うんで、僕、新世界ってそういうことなんじゃないかなと、要はフ,ランフロンティアに行けば、もう一回自分たちでルール作れるじゃないかと、うん、違うルールでと。っていうことの一つの,あのことがあるんじゃないかなと思ったとかは、ね。 うんあのだから違うルールを作ったわけですよね、そうですね久米、あのー、社ではこういう雇用条件でやってるけど、うちのほうがいいから、みんな、魔法少女たちはうちに集まれみたいな感じですか、ね、そうそうだけど、うん、魔法少女になった人たちが、じゃあ、無限定に幸せになれたかっていうと、うん、いやいや、だって、ドカ社長のもとでも、市場はやっぱりこうだから、久米、うん、と戦わなきゃいけないと。自身じじゃゃななくくててに勝つんじゃなくて あの対して市場に合わせなきゃいけないから、そうするとここまへんが限界だよと、どんなにやりたいと言っても、やっぱホムラちゃんとやっぱちょっと合うのは100年とか500年に1回ぐらいかなとかね、うん、もしくはちょっと人格はなんかちょっとコピーロボットみたいにな,なってるけど、うん、ごめんねとかね、うん、あのでもそれは私たちが選んだことだから、うん、まだやらされてるよりはましでしょっていう感覚なんですホム、ね、は社長の愛人ポジションなんですねそれでね。 いやこれちょっと僕、今の,そのブラック企業っていうのとかのイメージだったんですけど、ね、僕、ちょっとまだ記事書いてないんですけど、えっとね、結城まさみさんの、えー、ジャジャウマグルーミングアップって覚えてるすけ大傑作だと思って、今、読み返そうと思ってるんですけどね、うん、これ、どうしても読み返したいってちょっと最近思ったのは、鋼の錬金術師書いた人、なんていう人でしたっけ。 荒川宏夢さ,さ,さんですよね。彼女、<coughs> だっけ <coughs> 銀のさじか、はい、ちょうど今名前が出てますけど、銀のさじを読んでてですね、あ,のー、あれ、ほとんどジャズラマーグルーミーアップと全く同じ物語じゃないですか。一人の,その道に迷った、進路に迷った男の子の あの自立とあの自分の人生を決めていく物語なんですね。はい、でその時に北海道を舞台にしていてかつ酪農っていうあそこの場所を舞台にしてると全く同じ系統の物語なんですよ。はい、で僕えってちょっと見てて思ったんですけど、はい、ちょっとまだこの続きの最新刊を読んでないので次どう進むのか分かんないんだけどあのいろんなことを悩んだ結果あの将来ねその。 自分が何になりたいんだろうみたいな話になってくるじゃないですか、当然、はい、この卒業のあとどうするんだろうみたいな話で、はい、で普通、受験生とかぼぼ、僕なんかもそうなんですけどね、なんていうんでしょうね、普通の人生をこう学校空間にいる学生は、ですね、うん、あのどういう会社に入ろうかって考えるんですよ、はい、とかどんな職業になりたいかって、はい、ところが彼、あ会社作ればいいんだなって答えにいきなり落ち着いたじゃないですか。そうですね、うん で僕、これ、ものすごいショックだったんですよ、うん、それなぜかと、僕が何十年もかかって、そういうことかって、到達したことを、こいつは高校生で到達するのかと思って、うん、でただ、これはよくわかるんですね、なんでわかるのかって言ったら、あの荒川宏夢さんの伝記の、まあ、っていうかあの、エッセイ漫画いっぱいあるじゃないですか、はいええ、ほ北海道の,あの開拓移民の娘、末裔なんですよね、はい、であのもうずっと、<coughs> <coughs> あの,あの まあ、お,お,お,お父さんもあのあの農場系してて、はい、経営者の娘なんですよね、要はね、はい、中小企業の。うん、だからあので、しかも完全がてり系じゃないですか、生き方が。もう見てて、そのなんていうんだろう、学校空間の話が一つも出てこないんですよ、受験とかそういう話が。たぶん、頭の脳裏に全く存在しないんだと思うんですね。うんうん、なので、あのなんていうんだろう、高校に行っても、いきなり飛ぶんですよね、話が。うん、あ、で あのこれあの、受験を経験した一般の日本人のサラリーマンたちのことをベースに考えている、経験をしている人、もしくは学校空間を延長に考えている人はです、ね、うん、ほとんどこういう話にならないんですよ、ほとんどこういう話になるんですよ、みんな、やっぱり。どういうことかというと、やっぱり会社を作るべきだとか、そあの ルルールを書き換えるって話やっぱなるっ話ななんんでですすねねそこは結論だからちょっと待ってください、えっと、学校空間を、なんていうかけ、えっと、一般的な学校空間を経験してる人は、そういう結論になるのか、なるんですあのこれあの、どういうことを言ってるのかっていうと、はい、結局、雇用されてるとブラック企業になって、自分が追い詰められていくっていうなると、はいあ、結論はやっぱ自立してプロフェッショナルで生きるか、会社を作るしかないっていう結論、これは事実だからなんですね。 これしかないんですよ、答えは。になるんですけど、全くリアリティがないんですね。こういうもの作品いっぱい見てるんですけど、なんでリアリティがないのかっていうと、多分やった経験もなければ、具体的にどういうものかも分かってないからなんですよ。生き方自体もそういう生き方してないから、多分行った瞬間にその人たち、枯れて死んじゃうんですよ。生きていけないんですよ、でそうすねフロンティアで生きられる人間じゃないからなんですね。 だから、全く面白くないんですよ、そういう話が、あのだから、抽象的にはそこに落ち着くんだけど、多分,多分そううなるでしょうねそうところが、僕、この荒川博さんの読んでて、すげえ足つりがついてるなと思ったんですよ、その悩み方と生き方も。はいうん、で,で、次の巻僕、読んでないんだけど、多分、なんて言うんだろう、そんなに劇的に何も変わらずに、やっぱり悩みが続く状況なんだけど、まあ、一応、まあでも会社は一応やってるしみたいな感じの、そういう感じになっていくと思うんですね。はい、要は日常系なんですよ、はいあの 俺は自立するんだとかね、俺はベンチャーを起こすんだみたいな、そんな、なんかこう、勢いじゃなくて、かかります分かります分かりますあ<の>ます日常系の中での、あのいやいや、独立して生きていないと、だって、悩む時間すらもらえ,もらえないでしょみたいな感じの。かかります分かりまますで、しかも、なんていうんだろうそのあの、ガテン系って究極のプロフェッショナルなんで、ガテン系と、あと、親が経営者の人って、 うん、発想がものすごく地に足がついてるんですよ、はい、そ,そういう時に。はい、ただ、日本ってほとんどの,あの社会人が、ですね、うん、あの人口の中でもかなりの確率の人がサラリーマンやっちゃってるので、うん、あんまりそれ、ポピュラーじゃないんですけど、うん、あのあいないかというと、日本中小企業、ものすごい数があるので、はい、そんなこともないんですね、はい、結構いるんですよ、実は。うん、で <laughs> あのなかなかでも学校空間がとっても僕、支配的だったので、うん、あんまりそういうの見てない、あとあの、読んでる人たちがやっぱ学校空間の延長線上で来てる人たちなので、はい、あのすぐあの、労働雇用契約でブラック企業をなんとかしろっていうあのくれくれ詐欺みたいなことを言い始める人たちばっかりなんですよ、うん、でそれとさっきのこの権利が大事ですみたいな話とか重なるとあの、ずっとくれっていう話をしてるんですね。うん いやじゃあどう与えるのを作ろうかとか自分がフィールドをどう作ろうかっていうのは論理的にはそこにいかないとだめだってみんなもう追い詰められてきて分かったんだけど、うん、どうすんのとそういう日常ってどんなふうにやってるのって言ったら例は,実はいっぱいあるんですよね共感、うん、あんまりされてなかったりとか社会のメインストリームも出てこなかっただけで,、うん <laughs> でね、僕そ、議員のサジ見ててあっ、そうかと会社を起こすって。 で多分別に儲かるほどでもないし、なんとかとんとんぐらいとか、そういうレベルなんですよね、うんうん、で僕、やっぱり、ね、自分で会社をやってると、ですねあの会社をやるときに利益をどの辺まで出すか、株主にどう応えるかっていう話って、すごいこう悩むわけですよ、うん、これ、会社の設計をどのバランスでやるかっていうんですけど、会社が大事、あの会社じゃなくて、株主が大事か、経営者が大事か、それとも労働者が大事かっていうことが問われるんですね。うんはいで そうするとです、ねあの、自分も労働者出身なのでこう、利益なんてまあまあ出てて、それよりもみんなが楽しい方がいいじゃんってところに、うん、こう意外に落ち着くんですよ、小さい規模の会社は。はい、大きい会社は無理です、うん、マクロで動いてるので、意思決定がすごくマクロ的になるので。 規模の会社って、あの目が見えあの面識系の中で仕事をしているので、うんあの、人間関係重なってるんですね、自分の多分家族とか友達とかそういうのと。はい、ででそういうふうに、まあ、あとなっちゃうんですよ、そういうふうに、あのち,っちゃい企業っていうのは。うんうん、そうすると、別にそれでいいじゃんみたいなで、そこである種の諦めを例えばやるとするじゃないですか、ああのうん、大きくしないと、うんうん、思った瞬間に、でですね <coughs> 自分のルールー全てが みんなが楽しいいっててううルールーでですが回るるよよになるんですよね、うん、あの楽じゃないですよ、市場相手にしてるから、うんあのそ、そんなに何でもかんでもバラ色にはならないんだけど、なるほど、これ、できんだなと、要は日常系で生きていって、楽しいだけで生きていて、それで市場にこう相対して生きていくっていうのは、やっぱり会社を作るのが一番ベストだよねと、はい、何人かでと。はい <coughs> だって僕らの結論もそう僕がいつも言ってるのもそうじゃないですか、LD さんたちとか貝、ね、谷さんとかと老後会社作りましょうよって、うん、で自分らがあの、ね、世界中に遊びに行ったりとか、いろんなすごいこう人に会いに行ったりとか、なんか遊びができるようなことをやって、うん、儲けはなんか自分たちの移動費となんか打ち上げ費が出れば十分じゃないですかみたいな、うん、<laughs> そういうのやりたいですよねみたいなこと言ってるじゃないですか例えば子育てしななきゃいけないけとか。 あのね、あの一応、あの住む場所を確保しなきゃいけないとか、うん、いろんな前提があるとなかなかその程度の稼ぎじゃ無理だからとかっていうのがいろいろ出てくるんだけど、はい、<coughs> でも、究極そういうの出回るのっていうのは、これ、究極の日常系だなと思って、うん、だって永遠にその日常が続くわけじゃないですか、うん、学校卒業しなくていいんだもん、そういうルールを作ってしまえばいいんですよね、フロンティアに行けば、でうん、フロンティアだと作りやすいんですよ。うん、あのものすごく過酷なんだけど でも作りやすいよねって、既得権益でがっちがらめの、今ここで作るよりはと、うん。だから僕、新世界にフロンティアの匂いがするのは、そういうふうに、やっぱルール,つルール作り直さないと、今さら、ルールを壊してたりとか、ルールの穴を見つけたりとかして、やってんのし、やっぱりしんどいよねと、うん、それどこまで行っても奴隷じゃんと、奴隷が待遇改善を要求してるだけだから、それよりは新世界に行って、なんか自分のあ、あちょっと待ってくださいね。うん いいいいよいよ,いよすみません、息子が降りてきたので今、今、うんえっと、なんだろう、方向づけとして、なんていうか、そっち側の方向は見えるかなっていうふうに、あのこれで言うと、今、進撃の巨人が国家転覆の話になってるんですよね、うん、いやただ、なんていうんですかね、えっと、ちょっと話の途中で、あのはい、ペドロニさんが言ったみたいに、多分あ今、ペドロニさん、向こう行ってますね、はい <laughs> まあ、ちょっと続けますね。 多分,多分死,に死にますよね <laughs> そ<の>、うん、かなり多くの人々がそれだと死ぬし何、うん、て言うか何、あのー、だろう取っかかりっていうか、うん、そこで生き抜く術のイメージさえつかめないんじゃないですかね言う通り、うん、その何だろうあの銀のさジは確かに何て言うか荒川ろむさんっていうすごいバイタリティがある人がそのいろいろ見知った実体験をもとに。 あの描いてるゆえにあのなんていうか、うん、かなりのリアリティを持ってせあの当たっていてあの、うん、実際にヒットもしているわけですけれど物語を作る方からしてもあのそれをなんていうかリアリティを持って見せていくっていうのはかなり難しいことのように思うんですよね。ゆえになんていうかえああゆえに方向づけとしてそれが見えるとして 現段階それ、それでどうかっていうところはちょっと,置い,とあの置いておこうかなっていうような感じで今の話をちょっと僕は聞いていました。まあそうです,、ねあすい。あの、うん、ペドローさんがちょっといない間に、あもしもし、はいはい、ペドローさんがいない間にちょっと話していたんですけれども、あの、話の途中でちょっとあったみたいに、あの、あというか今、今、方向づけとしてはちょっとその方向っていうのは見えるかなとは思うんですけれど、 あの話の途中でちょっとあったみたいにそれやると結構な人間が死ぬかなと思っていてあの何、ー、だろう物語を作る送る側からしてもそれに対する何ていうかケ,ケアというかあの何ていうか共感できるイメージを持ってそこに当たる姿っていうのがあの非常に送りづらいかなっていうところはちょっと思,思うんですよね荒川博音先生だからちょっとそれはできてるところがあるんですけれど <laughs> あれうとすっとからえとフロンティアにそのまま出てって、自分の頭だけでやっていこうとすると、多分かなりの人間があの死ぬと思うんですよ、僕は。あいやだから、新世界の話ってそういう話じゃないですか。今、君たちが生きている世界、僕らが今いるここってそうなりましたよと、うん、で事実そうなんですよと、うん、勘違いしちゃだめだよと。ううん、うんあいやそれで でここは厳しいのは、うん、そこで死ぬ人は死ぬんだよっていうのが事実なんですよね、うん、で集団の中にかたら、はいその自分のシェルターを作りなさいと、うん、他人に何かしてもらおうと思うなと、うん、そういう話でそこまではいいとは思うんですけれど、でみんな、うん、多分今まではもうちょっと期待したんだと思うんですよ。 うん、組織とか会社とか国家とかそういうところに、だけど、そ,ね、それがやっぱり幻想が解体していく過程をいっぱい見てきて、うん、やっぱりあ,ある程度ブランケットにはなってくれるけども、やっぱり自分の功をすべてあの賄ってくれるほどはないし、経済的にもかなり厳しい状況が来てるよと、はい、で厳しくなったら簡単にそれ切り捨てられるよと、はい、いうのは、みんな分かってきてるんですよ。 で、分かってきてるから、新世界に共感があるんだと思うんですよ、そそうでですね、そこまでそうです、ね、世界の中心で、自分が世界の中心で、この子と二人がいればいいんだみたいなことは、うん、これ、成り立たねえなと、うん、そんなこと言ってると、簡単にぶっ殺されるなとそうですね、そこまではいいと思います、ね、<laughs> なので、うん、あの僕は、えー、とたくさんの死ぬ人が死ぬじゃないですかと、そこに行くとなるとと。と、はい、いうことはきあの、むしろ死ぬ姿を見せてくださいってみんな言ってるんですよ、だって死ぬんだからと。うん だってそうじゃなかったら、新世界のあんな悲劇的なものを見せろって、だってあれってパンピーがみんな死んでいく話じゃないですか、うん、だってそういう境界状況になったら、いや、死んじゃうんだよとで、フロンティアに行ける人間も限られてるよねと、うん、生き残れないからさと、うん、でその時にじゃあ、エリートとか、すごい今、勝ってる人間だけは生き残れるかと実はそんなことも全然ないよと、誰がどうなるか分かんないよと、うんうん、でそれがあのリアルってやつ、現実ってやつだよと。うん 誰かが、ね、あの勝ち抜いたり逃げたり簡単にできるもんじゃないよと。うん、っていうのがみんな見たいんですよ。うん、なぜならば、現実がそうだからだと。うん、いや、その話はあの、その話はそうだと思うし、なんていうか、これまでの経緯の話だと思うんですけれど、なんていうか、解決方法とかで、なんだろう、経営者になるとか、そういう話になると、ちょっと。 また意味が違ってくるかなってちょっと今思ってい経営者ってのはちょっと今の急的に過ぎてるところもあるんですけども、うんはい、ただ、うん、あの何て言うんだろう、なんでしょう。あ一つ言うと、あ一つ言うとっていうかさっきの話で思ってたんですけど、あの窓化マ,マーキングの窓化はあの何だろう。 起業したっていうより、なんか、あれはやっぱ、ーベの,あの会社の専務ぐらいになってると思うんですよね。うん、<laughs> 専務っていうと変な感じなんですけど、なんか、特別なんとあの特別監査員かな <laughs> とか、そうあ多分なんか役員ぐらいになってるんですよ。監査役、監査役。監査役になってて、で、あんたの契約、あのえっと、あんたの,けあのこれまで使ってきた契約書、ここがこうなってるから、こういう運用ができるよねって。それで結構みんな、なんていうか、あの、なんていう、えっと、 そういう妥協はできるよね。やってって <laughs>。役員が言って、もうなんか君なんかもう、すごいエントロピーの株が、もう51、5わとは言わないけど、結構迫る勢いだから、<laughs> エントロピーの、うんうん、飲,む飲むよ、うみたいなぐらいの感じなんですよ。あのまどかはですね。うんうん、で、もう一つ、えっと、ちょっと、えっと、あの今なんていうか、経営者っていうのはどうかなってことを言いつつ、僕、その銀のサジは、あの、新世界系 新世界の系の中に入れるかどうかは別として、すごく変化を感じているのは、なんかいろんなことから逃げないんですよね、銀のサジってあの。具体的に言うと、と駒場くんっていう野球部にいた子がいるじゃないですか、あの子の農場がダメになって、あのダメになって、学校を辞めるっていう話になったんですよね。 ねストーリーの中で。<え>であれ、満見の方とかでいろいろ喋ってたんですけど、そういう出来事が起こった時に、<え>うん、ああいうのなんちょっとか、リアルタイムでしゃ喋れると、結構いいよなと思ってることの一つなんですけれど、次週がわからない段階で小馬場君が辞めるっていう話をした時に、あに、言ってた話っていうのは、通常の漫画だと、なんていうか、2、3話か、長くても10話ぐらいの。 エピソードを持って、なんていうか駒場バくんの退学を、あの中途退学を回避するんですよね多分。わかります？なんか借金を負ってるん、借金を負ってるんだったらなんかの方法、なかの成功を持って、なんかのサクセスを持って、借金を帳消しにしたりとか、ね、なんかのアイデアを持って、とにかく駒場バくんがこの場にあの残残れて良かったねっていう話をするんですよ。 僕らと一緒に卒業できてよかったねって話をしないとストーリーとしてあの非常に苦しい <laughs> 特に少年漫画だとそ,そうじゃない方向ってのは考えづらいぐらいの勢いがあったんですよ昔は、うんうん、でも何ていうかあの、まあ、当初から言っていたんですけれどそう,いう作あのそ,そういうのが普通の漫画だと見えるんだけど「銀のサジ」ってなんかそういう漫画に見えないよねって。 うん、今までやってきたことから考えても駒場君、このまま辞めちゃうかもう1つは、なんていうか、えっと、漫画的に全然面白くないところで回避するかのどっちかだねってことを言ってたんですよ、うんで。漫画的に全然面白くないところの回避っていうわけでもないけどあのなんていうか何を言ってるかっていうと八賢くんからお父さんおとあの八ケン君がお父さんから借金するかなみたいなことは言ってたんですよね。うんあのー、お父さんに このまあ、例えばこの農場とかそこら辺に何ていうか意味があるから融資してくれとかなんかそういう話をしたりとかあのするんじゃないかなと、うん、でそれは何ていうかお父さんの,あのそういう、えー、とある種の何ていうかビジネスを見る目にさらされちゃうんですけど八健くんが、うん、でもそれは何ていうかあの銀のサジの方向的にあるよねっていうようなことはちょっと話したりはしてたんですよね うん、で、いや、結果としてはなんていうか、駒場君、本当にそのまま退学していくだけなんですけどね、うん、あのー、なんていうか、そのなんていうか、何ともならなさってわけでもないんですけど、うん、うん、それをそのまま見せてって、うん、どうしようもなさっていうか、あうんどうし、あのー、どうしようもなさっていう言葉を使ってしまうんですけど、さっき、そのペトロニさんがさっきちらっと言ったみたいに、 この漫画って起業するにしても、はい、俺は今日から天下取ったるぜとか言わないわけですよ。はいはい、起業なんだ、もう起業するぞ、起業するぞ、起業するぞとか、できる、できる、できる、<laughs> こう <laughs>、うん、僕は起業できる、こううん、諦めんなよとか、うんうんで、やる以上は天下取るんだよとか、そうは言わないで、うんうん、やれる、うん、あ、それがあるかっていうぐらいのテンションでやりますよね。うん、それがあるならそれすればいいじゃんぐらいの。 あの窓かまギかもそうなんですけど、うん、方法が何があるんだろうって模索していくる作業っていうのが一つの見どこになってる感じですね、はい、そうですね、なあのー、でそ,それがあるかっていうかかあのかことで、なんていうか、そ,それに対してるす,すごいなんていうか、ある種冷めた目みたいなこところがあるんですよね、で、うんそのー、だ駒くんの事件とかもそ,そういう感じの絵描きなんですよね、言うと。えー うんなんあだからなんていうかしょ,しょうがないことですらないっていうの正確に言うと、うんそれあることであって、うん <laughs> あのなんだろうそのそれは残念だけど、うんうんまあ現実ですよ、ね、どう言えばいいか世界の物語の終わりでもないし世界の終わりでもないし、あだから悲劇じゃないわ、ね、そう悲劇じゃないってのがいいんですかね、はい、あのっていう絵描きなんですよねぎのさじの絵描きっていうのが、うん、で。 あのずっとなんかあの銀のサジがすごい受けてるっていうのが僕分かんなくって、うん、めちゃくちゃいい漫画で何、うん、ていうかめちゃくちゃなんていうかすごいなと思って、うん、あの思ってるんですけどあれがなんていうかすごく受けてるっていう状況が、うん、僕は実はあんまりイメージできてないんですよね、うん、人気が出る漫画にはとても思えないんですよ、うんうん、言うとんか言うと名作劇場の漫画にすら思えるんですよ、はい、<laughs> そ,その、うん なのにすごくウケてるっていうのは何でだろうっていうのはちょっと分かんなくはかんないんですけれどえっと今なんかちょ,ちょろっと新世界の話とつなげれたんでやっぱ根底で何かちょっとつながるところがあるんで やっぱりみんなが第一の欲求として現実を見せてくださいと、うん、第二の欲求として現実の解決策を見せてくださいっていう2つの門をくぐり抜けると、うん、まあヒット作が出るかもしれないっていう仮説は成り立ちますね言う,うように駒場君が退学しそうになりましたという事件っていうか、うん、そういうのがあった時に、うん、従来だとそれを何とかしてくださいと、うん、いう物語っていうか。うんうん あそ,それを何とかしてくださいっていうことを客はなんていうか快楽船として要求して、うん、でその快楽船の要求にこういう方法で回避できましたっていう物語を見てああよかったねって言ってその回避の仕方に説得力があるかどうかでまあ決まってくるわけですよねそうですね説得力でいいと思いますけどというのを見せてそれでああよかったねって言って何、うん、ていうかワンエピソードが満足させられるわけですけれど うん、あのそれに対してもちろん説得力がある解決想像を見せれば読者はそれ今でも喜ぶと思うんですよ、うん、説得力が、うん。でも多分生半可なことではだめでむしろなんていうかあのこ,れ、ま、あのこれまで積み上げてきた物語の形っていうのが重要ですけれど、うん、むしろなんともならない方が納得するっていう、うん、それはだから「進撃の巨人です」で心臓を捧さげるっていうところがテーマだみたいな話をしましたけど。はい 結局じゃあその解決策に対して心臓を捧げろっていう話になるわけですかね。うーんちょっと違うあの僕自身はそうは思ってなくて「はい、進撃の巨人」はなんていうかあの心の在り方の問題だと思っていて心の在り方を示していて陳腐ながらも、うん、相当人類の普遍の。 うん、もちろんう心の持ち方を示したゆえにす、はい、すごく共感を得ててるるんじゃなないかなと思ってるんですよねあのだからやっぱとんがった部分はあの巨人のデザインとかと、うん、あの王道の部分っていう少年漫画としての巨大な敵が立ち向かっていくっていう義経と弁慶みたいな構図が合わさったから人気が出たっていうのは、はい、今までの分析として、まあ、いろんな人が言ってることですけど、はい、もう一つぐらいなんかないかなって気がしてて。 はい、本当にそれだけなの <laughs> それであそこまで行くのっていう、うんうん、気もするんですよね。うん、あのー、ギミックのことに関して言うと、うん、絶妙なバランスだなとは思っていて、はい、あの,あのなんかカッターとワイヤーワイヤーアクションの、ええ、で戦ってるっていう状況っていうのは、うん、なんかせ説得力とそ,それで戦えるかどうかっていう説得力と。 何ていうかな、それであんななんかしたの着方のそう、あれあ,あの10メートルの巨人と本当にやり合えるのかっていうところの、うん、なんかギリギリのところでやってますよね、うんうん、そのギリギリのラインが良かった良かったんじゃないかなって思うのはありますね、あの、なんだろう、もうちょっとすごい武器みたいな持って、うん、あのーあ、持ってなんていうか、その、 これなら巨人が倒せるって思うような武器を,武器を持つとあのギリギリ感は出てこないっていうか本当にこれで,た、ね、れでやり合うのっていう、うん、あすいませんあの例えばあのー「マブラブ」から影響を受けたって話がさっきありましたけど「はい、マブラブ」自体はそこまでヒットしなかったわけじゃないですか、はい、例えば今「マブラブ」をアニメ化したとして、うん、そこまで人気が出るかっていうとどうかなと思うんですよ マブラブと進撃の巨人の間に時代性以外の差があるとしたら何かあるんですかねあのー、たたくある意味でちょっとたくさんあってなかなかちょっと一口には言えないんですけれど今僕ギミックの話をしたことに関して言うと、はい、マブラの方はなんていうか、まあ、ちょっとロボットものやりたいとてところもあったと思うんですけれどロボット兵器って。 <で>なんかある程度勝てそうな気がするんですよね<ー>実際問題として実際問題としてマブラブ戦ってかなりなんていうか物量隊精鋭部隊みたいな力の均衡だと思うんですよね、えー、あのうん、うん、あの何だろう1対,1対1対1ぐらいだと何、うん、ていうか負けないっていうかマブラブの方はうん、うん、どんな何ていうかすごい、えー、となんだっけあいつあれ敵の,敵の名前は えー、ベータです。うんど、どんなすごいベータでも、えー、あいつら集団でやってくるところが恐ろしくあって、一対一ならなんていうか、あの戦闘機で戦術機か違うか、まああのあれで戦闘機であの負けることはないだろうっていう感覚世界でやってんですよね。うん、あの<う>僕はあのなんていうんだろうな、マブラブーオルタナイティブをですね、はい、あの現代に受けるようにするのってのはすごい難しいと。 あの思ってるんですね、はい、で、あのあのの要素的にほぼ100%なので、うん、あの受ける要素は100%だと思いますよ、あ、うん、あのあのまぶらぼろタネイティブがそのまま、うん、あのあの感覚をアニメに生きるんだったら、うん、あのもう間違いなく大ヒットすると思いますよ、うん、それぐらい面白いと思うので、ただ、あの一点不可能なポイントが、そうあ不可能とうかうくものすごく難しいポイントがあって、うん、それはやっぱりこれですね。 マブラブ・ルタネイティブはマブラブから始まっている物語なんですよね、はいあの。マブラブの無印のところ、これ、はい、ハレムメーカーで、うん、やっぱり80年代、90年代のものなんですよ。はい、でここのナルシシズムの折に囲まれているところを告発していくっていうところから外に出ていくっていう風なプロセスを経るので、はい、はっきり言ってものすごく古いんですよね。はい、今、そうじゃないので、進撃の巨人はそのプロセスを問わないんですよ。全くそれないんですよね。はい、ナルシスズムななんてて誰も持ってないので、はい、<laughs> で そのステップがもういらなくなっちゃったんだと思うんですよね。で、うん、だけど、うん、そのステップを入れないとあのまマブラブの面白さとかマブラブのあの説得力が生まれないんですよね。かねだからあれで、ね、とても難しいと思うそうです、ね、あのー、あすませんちょっとギミックの話に戻るんですけれど、えっとで進撃の巨人の方はなんていうか一対一でも一対一で絶対勝てないだろうっていう感じでやってますよね。うん。うん。そその差の部分がちょっとなんていうか緊迫感の 違いに出てるかなと思ってるところがあるっていうのが一つと今なんていうかマブラブが80年代とかそこら辺の話をしてったんですけどここら辺ですねあの僕も差があると思うんですよというよりマブラブがちょうどそのポイントだと思うんですよあの何言ってるかっていうと僕ちょっと昔そのなんていうかあのマドカマーキカとか出た時にあの,えっとあのルイさんとなんていうかずっと討論しててあ討論っていうかあの まあラジオとかの中でいろいろこう喋ってるやつがどっかの記録に残ってると思うんですけれどあの僕はですねマブラブもなんていうか世界のひどさを見せてる作品だと思う,あ思うしマドカマキカも世界のひどさを見せてる作品だと思うんですよ、うん、でもなんていうか僕はなんてあのマドカマキカの方はあのやっぱりなんていうか一歩進んでるというか 一歩違うものを見せたと思ってるんですよね、うん、でそれに対して類さんがいやそれは同じものじゃないみたいな話でちょっとずっと喋ってたりしてたんですけどえっとねあのあの今の僕すごいよくわかる話で。はい あの同じものだけど違う、もののなんですよ違うあ限りなく同じなんで、すけど、ね、あのか限りなく同じなんですけど、うん、あの先ほど僕が言ったことと全く僕同じだと思ってて、うん、違うのどこか、マブラムの方が全あマブラブじゃねえー、っとマドカマ業の方が全然先に進んでるんですね、はいでな、何が進んでるのかっていうと、さっき言ったようにマブラブの方っていうのは、あの何を否定して現実を見せてるのかっていうと、うん、あの個人のナルシスム。 うん、あの要は個人のへたれだとか、そうですね、自分の心の中にあるものを否定して、外の世界を見なきゃいけないっていうふうに、ん、やってるんです、だからやっぱり内面の話なんですよ、うん、あれ、そうなんですよ。あのだけど、うん、窓かがみかは、そもそももう内面の話はしてないんですよ。うん、そうですだと思いますあの。というよりですね <laughs> あの、僕はこういう説明したんですけど、あのマブラブはですね、めっちゃくちゃひどい状況に追い込まれてるし、あのなんていうかなんともならないように見えるんだけど、 それでも階段があるって僕は言ったんですよね。うん。あの、白金武くんには階段が用意されてるんですよ。うん、それは同感ですあの、段階を持ってちゃんと成長する、白金武くんが階段を上る、ひどい階段なんですよ、これって。うん。めちゃくちゃ厳しい階段なんだけど。登るのが嫌になるぐらいの階段だけど、階段なんですよね、マブラブは。うん。階段があるんですよ。だから、ちゃんと階段ってことを強調するならば、どんなにひどい階段でも、一応、 たけるくんが登るための道を用意してくれてるんですよレベル1から20までちゃんとあるんですよあのその登るための階段がまあめっちゃくちゃ厳しい階段ですけど、ねうん、だから階段に思えないぐらいなんですけどちょっとあれ <laughs> 本当に階段みたいなね、うん、階段に思えないぐらいなんですけど僕は階段こ,これは階段だと思ってるし思うんですよだからマブラブはその意味でなんていうかあそこまで行ってるんですけれどあの今の話題で言うなら世界系向きなんですよ ね、向いてる方向は世界中方向なんですよ、うん、あの小林秀夫っていう、まあ、評論家の人のデビュー作で、さまざまなの衣装っていう名前の,、はい、あのことがあ,のあって、僕、この言葉すごい好きなんですけど、はいあの、要は本質ってみんな一緒なんだけど、衣装が違うと受け取られ方とか感じ、感じられ方とか、理解のされ方とか、本質のあり方っていうのが全部変わっちゃうんだよっていうことを言ってるんですけどね。うん あの小橋でよの評論のスタンスだと思いますけども、あのでやっぱね衣装ってとても大事なんですよ。うん、衣装ってあの服じゃないですよ。うん、あの衣装ですかね。衣装な方ですけど、はいはい、あのあのマブラブと進撃の巨人とあの例えばマドカマギカを先ほど言った意味って、はい、その 現実っていうものの厳しさを体感させるというふうなことをコアと考えると全て同じだと思います。うんはい、全く同じだと思います。はい、でレベル的にもあの、はい、相当高いレベルの3つとも維持していると思います。ただ衣装は全然違います。うん、衣装はやっぱりね、マブラぶはかなり古いと思います。はい、あの普遍性があるので、あの古いから今だめだとは思わないけれども、はい、あの <coughs> 時代の波に乗るには、あの 普遍性だけじゃダメなんですね時代性がいるのでその時代性はやっぱりね明らかに間口が80年代から90年代の間口をものすごくしてるんですよ、うん、なのであれをそのまま持ってくるとあのじゃあ同じようになるかというとやっぱ全然違うと思うんですよね、うん、だからあのし「進撃の巨人」の方がそういう意味では衣装が全然のその衣装があの全然 現代的、現代的,かやっぱ現在的ですよね、はいうん、ただ、これも今言ったその心臓を捧げるっていうその心の向き合い方っていうのをまあ示したっていうところと、ガジェットの部分がすごく合わさったところに爆発的な時代性というか魅力を生んだっていうのはあると思うんですよね。た、はいはい、ただあのさっっき言ったその経営者になるとかじゃあ ほ本当にどうするのと、うん、あの今はここ心意気と心の姿勢の話をしているだけなんですよね、うん、本当にどうするのって言ったときに、今度はやっぱり、じゃあ、あの巨人って何なんですかっていうことが問われると思うんですよね、うん、つまり、本当にどうするかは答えが分かって、その答えに基づいてどう本当に動くかということが問われると思うんですよ、うんうん、これね、多分すごい難しいと思いますよ、難しいです、ね、一気に、一気に失速してしまう可能性あるので。なるほどあのーうん 超つまらないって話になっちゃう可能性あるんですよね。<laughs> あのー、そのなんていうか本当にどうするの？っていう方向っていうか、巨人とかそういうのにどうするの？っていう方向っていうのはあの何て言うか、どちらかというと脱衣 u ターンとかそっち側に繋がってるところがあると思っていて、<laughs> あの巨人まで相手にする話だとですよ。うん、うん。ま、あのそのひどさの累計の一つとして巨人なりキ久兵衛なりとどうやってやっあのやっていくかっていうのは？ 竜太に近い話になっていくとは思っていて、まあ、いや何言ってるかっていうと僕はなんていうか最近ずっとあずっとっていうかその件とかでやってるんですけどなんていうか観察交渉なんですよね<ん>交渉どう交渉するか <coughs> なんていうかどうにもならない状況で何の何の話をするのかっていう、あのー、そ,そういうことにはなっていくかとは思うんですよねただまあこれちょっとなんていうか非常になんていうかあのー でもね、だからね、難しくて、もうそろそろ締めにかかってきてるわけですよ、うん、あの進撃の巨人もね、うんで、進撃の巨人の一番の魅力はど,どこにあるのかと,とその新世界を感じさせること、つまりどうにもならなさを感じさせるところにすごい魅力があったとすると、はい、あの物語が収束に向かうってことは、どうにもな,なるように持っていくわけですよね。はい 少なくとも、みんなが全員滅んじゃうとか、そういうのもあるかもしれませんけど、うん、あのでもそれともその巨人というのがどういうもので、うん、じゃあ、国家体制がどういうもので、うん、今後、国家のデザインをどうするのかっていうところまで落,ちま落とし込まなきゃいけないわけですよね、物語を終わらせるためには。うんうん、で、そうするとその、分からない何かに対して、やっぱりこうそれでも踏み出していくんだっていう、そのうん、ルールを新しく作り出さなきゃいけないっていうところの。うんうん 作り出すプロセスに入った瞬間に、うん、それ、昔とやってること変わらないでしょって話に、戻る可能性がすごく高いと思うんで、すね、うん、そこをブレイクスルーできるものを何か出したら、それはすごいと思いますけど、うん、でもそれって、すごい難しいよねって、だからすごくね、あの微妙なはざ期にあって、あの今、内政問題になってるじゃないですか、内乱の問題に。要は、一番の敵は人類だって話になってるんですよね、要は。うん でそれと多分人類の中の内輪もめと外の世界のやつとかつながってるんだと思うんですよね。うん、で言うと、まあ、それ自体がその新世界、現実なんだとリアルな現実だっていうのはもしかしたら示せるのかもしれないけどまあよくある話になりますよね SF 的にはそれでそれでもそのテンションが維持され,られすることができるのかどうかとあのガジェットだけで。うんうん、それは <coughs> なんかすごくそのそその通りですね。うん、その通りで、えっと、うんうん、もう見守るしかないですね。あのペトロさんが言うと言う通りですよ。その最初の,難話あの何話、そういうなんかガジェットってわけでもないですけど、えー、とプロットか外角ですよね。外角的なところは最初の何話か,かとかですね、なんかいろいろ見てたら、あのあのの単行本とかでいろいろちょっと見ていくとですね。 あの少なくとも陳腐なラインは大体,大体想像つくんですよ <laughs>。そうですよね陳腐 <laughs> なラインはですよ、うんこ。まあ大体こんな話みたいなことはちょっと思い浮かぶんですよね。そこを何て言うか、まあ、同じとあのストーリーラインとして同じものをやるとしてもその中で何か超えるものを見せれるか <laughs> あるいはストーリーライン自体が違うものになるかどうかっていうのは、うん、ちょっと今のところわからない部分なんで。 それによってだいぶそのなんていうかこの作品の意味合いとかも変わってきますよねいいところに到達できるとすごい金字塔になるんですけどね、うん、そうそうまあただ、まあ、ここまでねやっぱレベルが高いと、うん、あの綺麗にまとめるだけでも、うん、ものすごい傑作の作品で安定するとそうですねいうのもあるので,で、ね、まあ作者の力量から言ってダメになるってことはないだろうなとは思うんですけど、はい、ただまあ,あのこ,のこの大ブームになったみたいな うん、あの海外でもすごい受けてるんですよね。はい、あのっていう風なのがあの、最後まで維持できるかどうかは、まあ、分かんないねと、うん、いやそこまでできたら、それこそすごい作品ですからね。要は、新世界見せるってところまでは分かったんだけど、じゃあ、その次あのあの、さっき言った、その苦しい世界、どうやってあのい、今のところは、心意気だけで十分なんですよ。うん うん、なぜかとそこは立ってるのも辛いぐらいの世界なので、うんうん、立ってるだけで、あその世界でも立つことができるんだって、みんな思うんだと思うんですよ、うん、一応、うん、まだね、はい、でも、みんな多分すぐ飽きるんですよ、そんな立ってるだけじゃん、うん、うん、じゃあ、どうすんのって、絶対みんな言い始めると思うんですよね、うん、で次はそこに答えなきゃいけなくなるんだけど、あのそれはそんなに簡単ではやっぱないなと。うん、<coughs> そうですね 実際、うん、まあ実際なんか、うん、心の持ち方というか、うん、そこら辺で説明つけてるっていうところは確かにありますからね「進撃の巨人も」も、うん、そんなかあのそういったところがありますし「窓マ真ホン基本的にはなんか、うん、あの宗教的な話なのであれも。あの あのー、なんていうか、うん、まあよしみたいな話なんですよ <laughs> 東のエデンであの東のエデンっていう会社を作るじゃないですか拡張現実の会社ですねそうですねあれ劇場版になった時に、うん、僕ひょっとして会社の方を選んで滝沢君見せてんのかなと思ったんですよ、はい、あの会社相当でっかくなってるはずなんではい、はい、そんなシステム止められるはずがないと、はい、でシステムは止めないで滝沢君はちょっとごめんねっていう方向に行くのかなと思って見てたら、うん、浅いシステム止めちゃったんで、はい あの時点ではなんか会社っていうのはそこまで重たいもんじゃないっていうかいや,、うん、いやだからあれは僕はもう全然だめだと思うんですよ。うん、あの例えば本来ねあのー、えっ、ー、とガッチャマンクラウズがどこまでだったかちょっと俺覚えてないんだけど、はい、ガッチャマンクラウズのクラウズシステムってダウンできないじゃないですか。それはなぜかっていうとうインフラになってるからなんですね。うん、<で>そううなんですよ、ね、はっっっきり言ってて僕東のエダンっていうのいもあの 今の世の中というのはある種のポータルみたいな形になると、ね、インフラに近い形になるんですね、えー、大体のものがないとは限らないけれども、えー、その時点では、例えば今、この戦争とか人が何千万人死ぬみたいなやつの危機を乗り越えるには例えば、グーグルのシステムがないとだめだとかっていうことはありえるわけじゃないですか、ね、でそういうふうになる話にすべきなんですよ、うん、あ,あの話に持っていくならば。うん、であそこまで ももなんていうんだう設定を作ってるってことはできるはずだったんだけど、うん、2010年ぐらいの当時じゃ、やっぱりそこまであの具体的な方向に持っていけなかったんですか、うん、分かんなかったんですよ、でそれなんで、人一人の、あの滝沢君の価値の方が高いみたいな、ものすごくレベルの低いゴミみたいな選択を選んだんですね、うん、あれ、あれあのまあ、選択としては分かるけど、さっき言ったマクロとミクロのせめぎ合いっていうことから言うと、そのあれ、マクロに関わってない話だから、あの程度のことができるけど、関わってたらできないんですよね。 うん、竹沢くん殺すしかないって状況が訪れると思うんですよ、うん、でその時にどうするみたいなことが問われると思うんですね、うん、でと、問うた場合は必ず見捨てます、滝沢、うん、君が俺を殺せって言うと思うんですよ、だって指導者ってそういうものですからね、うん、公のほうが大事でしょと、うん、それ何百万人死ぬんだったら、俺1人死ぬんでいいんだったら、いいよって絶対言うと思うんですよ、指導者だったら。うんうん、で、そこに矛盾が生まれるって話が生まれるはずなんですよね。うん 一人一人の命を助けようって今言ってる時にお前の命はどうするんだって話に絶対なるじゃないですか当然に、うんうん、でそこまで行ったら面白くなるわけです話が、うん、だけどそこまでもいかずに竹田君選びますとかって言って、うん、そううなんですよねいやもう笑っちゃうよなみたいな,なんか何言ってんいしたねもうすごいな悲しい話だなと思って、うん、劇場版見てらんないよあんなの、うんうん、もう全然話にならないんだもん でしかも、うん、あの王になるっていうのを、ジュイ一はなんかあの、総理大臣にするっていう方向でさ、はい、やってて、みんなはそれをそうすべきか、そうさせないべきかみたいなことで、ね、悩んでるじゃない、うん、あれ、なってもならなくてもどうでもいいじゃない、<laughs> でしかもあの、総理大臣の,あの血を引いてるかどうかっていうことを軸にあのミステリーが進んじゃうのね、はい、あれ、クズですよ、うん、え何、今さら英雄譚を血族でやるわけと。 それはもう田中良樹がアルスランで完璧に否定したじゃないともう今そんな時代とっくに過ぎたよと絶対にそんな成り立たないよとそれを物語の主人公に据えてる時点でものすごく気持ちが悪いだあれやっぱりねもうあの劇場版は全然時間がなくて考えてるんだと思うんですよあでも劇場版って本来もうちょっと短かったはずなんですよね時間的にそれがちょっと長くなってるんでどういう事情があったのか知らないんですけど確実に何かトラブルがあったことは確かだしいですよ あのー、一つはちょっとた滝沢君の,あのなんていうか血筋を探しに行くしあ話っていうのはた多分今話してることとは多分違う側面でなんていうか、えっと、やろうとしてたことだと思うんで、えっと、それはまたちょっと違う話になるのかなとは思ってます。ね、あの滝沢くんの,、うん、その要はああいうううに世界を救おうと思う人間が どのような子供時代を経てっていうのところの、うん、その彼の過去に遡るっていうことと、うん、そのその時の問題を解決するっていうことが同期してシンクロしていくっていう脚本設定は、非常によく練られた、すごくいいものだったと思うんですね、はい、でその時にあに総理になるのと総理の子供の血筋がっていうのは、多分あれはあってはいけない僕、余興だったと思うんですよ。あれやると、ものすごいミスリーディングしちゃうので、ミスリーディングはちょっと否定できないところではありますね。うん だ,だから僕あれはカットすべき話だと思うんで、うん、あれが全くなければ、あのもうちょっと滝沢君の,の過去ってなんなのと、な,なぜかというとね、あのえー、と後を泰造後を再蔵が、なぜ100億円あったらどうするっていう質問をしていなかったにもかかわらず、滝沢君を選んだのかっていうところで、それ滝沢君っていうのはあの、総理大臣の息子に育てられる。あの なるような政治家の家で育ってるから、ものすごい裕福な生活を当時してるはずなんですね、前提的に。にもかかわらず、そのあのなんていうんだろう、奨学金の,あのやんなきゃいけないあのみたいな、あの朝日の新聞配達をやってて、ボロボロの生活してるわけじゃないですか。うん、あれ、なんでかって言ったら、その消費するんじゃなくて、生産する側の方が大事なんだと、お金をもらうよりも、お金をあの上げる側の話っていうか、そんな話でしたよね、確かね。はい、はい あのっていうふうに言ってるわけですよね、でこれ、ものすごく重要なポイントであるのは、事実なんですよね、確かにその通りだと思うんですよ、で、うん、なぜ滝沢くんがそのように思うようになったのかっていう秘密と、彼がセレソンに選ばれたことと、それと彼が日本をどう救うのかと、うん、世界をどう救うのかっていうことに対して、もうかなり答えに近いところまで来てるんですよ。うん、でそ,そうなんですよねこれ 内発性をめぐる議論の話をしてるんですよ、受け取るんじゃなくて、自分から作るっていうことに価値があるんだっていうふうに言って、内発性がどのように生まれたのかっていうことの、滝沢君の出世の秘密をめぐるミステリーにしたかったんだと思うんですよ、でそれは僕、正しいと思うんですよ、いいとこまで言ってんですよ、<laughs> だけど、そこに総理の血がとかって言ったら、もうそれは余興なんですね、あってもいいんだけど、あれ、ミステリーにしちゃったから、やっぱりそれが主軸になっていったりとかで、しかも総理になる、ならないっていうのは、関係ないんですよ。 実際関係ないじゃないですか、そんなことをやったって王になったって、日本は救えないですよ、でももともと王になるっていうのは何のためって言ったら、日本を救うためでしょと、うん、日本を救うことに全くつながってないようなことをあのテーマにしちゃってたら、いや全くそれ、え何のためにって話なんて、全部違うなっちそうなんです、いや、あのー、なんだろう,えなんだろう、えっと、一本軸的なテーマから言うと、そ,うなそれはそう,そうではあるんですけれど、あのー、 なんでまあちょっと今今の話題からするとなんていうかそんなになんかいう話でもないんですけれど、まあ,あの話は多分単純になんていうかさきちゃんをさきちゃんヒロインの子が言い,いましたよね。あの女の子をなんていうか滝沢のお母さんに会わせたかったと思ってんですよね多分。うん、うん、そのストーリーラインをなんていうか描いてなんだろううんこの子一体この子一体何なのっていうか。 うん、この子、それこそヒロインなのっていう話のところを。いや、あ<の>結局ね、うん、あのこれ,これあの、ね、神山さんってものすごく多分ね、よく狙っててて、これ、さっき言ったあの、ヴァ、うん、ンパイア十字架っていうのの、うん、そのローズウッド・ストラストっていう王様っていうのは、うん、そのマクロの要求とミクロの自分の個人の愛とにものすごい引き裂かれた人なんですね。うんうん、であのし 英雄譚た,たろうとするけれども、うん、英雄譚でなくなるっていう時を描くときに、うん、一番あのもう今、もう基本なのは、うん、基本的に英雄たれないと、英雄なろうと思うと大殺しが始まっちゃうと、うん、みんなからと。うん、自分が救おうとした人や自分の仲間から自分が引きずり下ろせて殺されるという現象が起きるっていうのがワンセットになってますと。うん、で、その時にやっぱりそのその個人のミクロとマクロの,その引き裂かれみたいな描くと傑作になるわけですね。だから僕はあのインビクタスの あのえー、マンデラ大統領の家族からどんどん嫌われて、うん、あの不幸になっていくさまと国がどんどん良くなっていくのが同時に起きていくと、うん、それはなぜかと,いうと彼が信じていることをそのまま言ってると、そういうふうになっちゃうんですね。うん、っていうのを描いたから、僕、素晴らしい傑作だと思ったんですよ、うん、であのローズウッド・ストラスもそういうふうになってるんですね、それ見れば読んでください、ちょっとあまりにもネタバレもったいないので、うん、でだから、滝沢君は、じゃあ、あの こう英雄たろうとしてみんなに背かれたんですよね。んでみんなに背かれたんだったらそういう場合って、ね、答えは一つなんですよ一人に愛されれば十分なんですよ。でそこに多分、咲ちゃんの意味があるはずなんですよ、間違いなく。でだけど、そうならなかったじゃないですか。よく分かんないよねで。あれね、設定はいいところまで持ってってるんだけどテレビシリーズはほぼ100。 120点満点、もう100を完璧に超えてるぐらいのレベルでの完成度があって、あの最後、あれで死んでればもっといいぐらいだと思うんですよね。そうするともう続きがないので、ちょっと死んじゃうと物語的にはどうかなとて思うんだけどあの、要は何かっていうとあの、みんなに裏切られて、絶望したっていうので終わった方があが、物語としては完璧だったんですよ、うん、あれ。うん、でもその後を救うって話が あのもし出されたら、さっきの「進撃の巨人」と同じだけど、うん、その点を出されたら、いや、じゃあ見せてよって話になるじゃないですか、うんあのー、でも、全く見せられてないしあの、滝沢君自身がみんなに裏切られたところを、彼がどうやって彼自身を救済するんですかと、な,なぜかっていうと、日本を救うと、日本にいる人々を救うということは、それは滝沢君も救わなきゃだめでしょ、うん、いうことの2つが要求されているときに、 あのいや全然どっちも、せめて滝沢君ぐらいは救おうよと、咲ちゃんいるんだしみたいな、うん、ででそれで滝沢君の出世の秘密と、あのそれを咲ちゃんが探すっていう方向に向かってるわけじゃないですか、はい、でも全然成り立ってませんよね、うん、いや、これはもう話にならんなって思って、あのえっともう諦め、監督も諦めたんじゃねえのってちょっと思ってるんですけど、僕、うん、もうこれもう無理だな、時間的にって。 だって全然めちゃくちゃじゃないですか何が言いたいのかわかんないしあのー、ひとあのー、ちょっと一つはえっと滝沢君あの滝沢君っていうか東野エデンのなんていうかテーマテーマ的なところとしてまあちょっとさっき話してた脱英影歌みたいな話があると思っていて多分あの作品って一人のなんていうか英雄を生み出すあ英雄がいるっていう話じゃ ダメなんだよっていう話をしようとしてると思うんですよね。そうですね。もう明らかにそうだと思います。えっと、完璧にできてると思いますね。テレビシリーズで。ところで、あのちょっとそろそろあの時間的には終わりなんですけど、はい。もう終わりでいいと思います。うん。僕もちょっと僕一時になるんで、あそうですか。寝ないとやばいです。うん。あの東のエデンとガッチャマンクラウズとかの話は、あの。 かなりちょっとょ興味があるっていうか、いろいろちょっと話したいところがあったんでこの話、ね、たぶんね、すごい均衡なんだなっていうのがよく分かったので、腐、うんまあ、してはいますけど、<coughs> あの東のエ江田、たぶん時代に残る傑作だと思いますので、読、うんとか、見とかないともったいないと思います、でテレビシリーズはあのあのなんていうんだろう、やっぱアニメがここまで演出ができるんだっていうレベルの。うん 星さんの弟子ですからね、あのちょっと見たほうがそうですね、あのー、言うようにちょっとなんていうか、滝沢君がさなんていうか、クライマックスで最後の演説するんですけれど、あれが多分なんていうか、ほぼ何のことだかわからないんですよね。ええー、そうなんですよね。で,、うんで、なんていうか、あのー、実はなんていうか、 テーマとコンフリクトしてて何のことだか分かっちゃいけないところもあるんですよねありていに言うと、うん滝沢ん。滝沢くんがすごく人々に伝わる通じる話をし,ようとあのしてしまうと、うん、滝沢くんっていう英雄がいて彼は何ていうかひどい目にあって挫折したんだけどもう一度立ち上がって人々の心に伝わるなんか結果を出してしまうと その英雄が、挫折した英雄が立ち直りましたっていう物語になるんですよね。いや、僕ね、僕、あの演説、よくわかりました、意味。言ってることはわかりますよ。いや、言ってることっていうよりは、僕ね、演説に意味があるっていうよりは、僕、最後の全員に一円送るじゃないですか。もちろんそれですね。あれに意味があるんですよ。要は何かっていうと、さっき言った、結局、内発性の議論になったとあに、結局、 あれくらいの大規模な社会になると1人が何とかするっていうのはもう無理なんですとだからみんなにやってもらうしかありませんと、はい、だからみんなその善意を頼みますと、うん、それで1個1個ただそれを1円でやったとっいうのはあれやっぱネットワークで全部つなげられるっていう話をしたってことだと思うんですよね。はい、でだけどそれは 何のこっちゃなんですよだってあそこ何も示してないから、具体的にどうつなげるかとか、つな、ねうん、げた場合、州具政治になるんですよね、うん、大衆はものすごいクズみたいな豚なので、うん、でそれをどうやって悪化と良化をあのより分けるんですかっていう議論が生まれてきますと、うん、そういうアーキテクチャーも必要になってきますっていうところに、うん、あの,あの多分,分かってるからああいう設定をするんだろうと思うんですけど、うん、何一つ具体的な話をしないので、うん、はあ、何ですかと、ただまあ言いたいことは、どうも一人じゃ無理なんだなと、一人の王様では無理なんだと、うん、みんなにやってもらわなきゃいけないと。うん ただ、みんなって、あの大衆は豚になるってことは分かっているので。もう、これはもうギリシャ、ギリシャポリスの時代から分かっている人類のもう、分かっている事実なので。それをどうするって今度議論になるはずなんだと思うんですよね。うん、で、やっぱガッチャマンクラウズはすごいその辺が、そこまで全部踏み込んでるじゃないですか。そうですね。あの、あのガッチャマンクラウズの、のいやい、あの、なんていうか。前エンド版見ると、ほぼそのなんていうか。 あの僕に言わせるとなんていうか東のエデンでやれなかったことのアンサーをやってるんでそうそうそう<の>完璧にそうだと思いますうんやってるんででなんていうかそこにあのー、面白さがあるなとは思っていてうんそこら辺はちょっとなんか話しておきたいんですけどちょっとそろそろ時間ですっていういや今ちょっとごめん今ちょっと僕今もまた、ね、あの息子が降りてきてお水が飲みたいとかできたんでちょっとあのあ止まっちゃったんですけど、ね、何が言いたかったかっていうと このラジオを聴いてくださってる方は、あのうん、ここら辺に挙げたやつは、ちょっと全部見ましょうねとあの。時に人間はですね、修行が大事です。あのでもほらこ、こんなの聞くぐらいだから、アニメとか漫画好きだと思うんですよね、皆さんね。うん、だから見てない人がいれば、あの東野のエデン、劇場版も含めて全部見るとで、ガッチャマンクラウズも全部見ると。で僕あの必ずあの来月までにはあのあの 来月かにあの2か月ぐらいの間にはあのちゃんとあの、うん、はじめちゃんエンドも見ときますのでガッチマクラーズも全部見ると、うん、で,できればその、ヴァンパイア十字会とその、うん、ル・ルーシュとあの、まあ、もちろん「進撃の巨人」も見てないってい人はいないと思うんですけど「進撃の巨人」とか今日上がったやつはですねあの全部見ると、うん、あの宿題ぐらいにこう思ってですねあのあの人間、ですねあの言われたからってやるかやらないかはその人の自由なんですよ。であの 時々です、ね、本当ねもう、俺、バカなんじゃないって、ばかが10畳ぐらい続くて、かける1 0 0万ぐらいあるぐらい、バカなんじゃないってぐらいにです、ね、言われた通りに人の言うことを素直にやるとです、ね、あの人生変わることがあるので、あのちょっと無理めなことがいいです。これ、宗教なんかでよくやるんですよね、ああの頭を全部ひっくり返すために。 無理やり、の無茶な要求をしてマインドコントロールの前提を作るっていうのはよくある基本なんですけど一番大事なのはそれを自分でやりましょうと人から言われてやるんじゃなくて人から言われてっていうのは人から言われたことをどう選ぶのかは自分の自由でそれをやるのも自分の自由なんでそれは自分でできると思うんでぜひともですねさすがに全部は無理だと思いますけどその辺はガッチャマクラスと東デンは行きましょう。 あと、ヴァンパイア・十ュ会もお願いします。あと、あとインビクタスですね。あの、インビク、あの、クイント・ウィストウッドの最近の映画は、どれもあの、ものすごい傑作なので、ジャージーボーイズがまた傑作らしいんですよね。ジャージーボーイズっていうのは、えっと、最新作です。お、そうなんですか。はい。じゃあ、見ないと。東が新潟でやってないんですよね、これが。<laughs> まあまあでほら今は、ね、ちょっと待てば DVD になりますし、はい、iTunes でも見れるし、はい、いろんな方法がありますから、あのはい、ただ、ねあの、こんなラジオを聞くぐらいであれば、今、40人ぐらいはまいるんですよね。うん